私のウェディングドレスがない。ああ、それなら志保に貸した。誰それ？俺の元カノ。はい。なんかたまたま来月結婚するらしくてさ、でお前のドレスの写真送ったらすげえ気に入ったみたい。だから貸した。なんで？志保が着たいって言うから。アホなの？別にいいじゃん、貸したら生地が減るのか。そういう問題じゃない。一生に一度の日だから、お気に入りのドレスが着たくて私が買ったのよ。ケチケチすんなよ。俺らの式は3ヶ月後なんだから。てかなんで元カノと連絡取ってんのよ。私には元カレの話すらするなとか、男友達との付き合いも制限するくせに。俺はやましい気持ちないもん。私だってない。志保から直接 LINE させるから、それでいいか。話したくもないんだけど。無断で借りたから怒ってるんだろう。志保から許可取らせるから、それでいいよな。許可の問題じゃない。私が私のために買ったの。なんで他の人が着た後のものを私が着なきゃいけないのよ。ドレスって普通はレンタルだよな。ってことはみんな誰かが着たものを着てるってことだろ。それと何が違うんだよ。式場には憧れのデザイナーさんのドレスがなかったの。私は昔からこの人のドレスを着るっていう夢があったのよ。ぶっちゃけ俺からしたらどのドレスも一緒だけどな。全部白だし、形も似たり寄ったりだしさ。一生に一度しか着れないのよ。そこをこだわって何が悪いの？だから3ヶ月後には着れるじゃん。誰かの後は嫌なの。クリーニングも出すって言ってたけど。そういう問題じゃない。なんで分かってくれないの？全然わからないね。むしろそんなに細かいこと言うような女だったかってがっかりしてるわ。私が悪いっていうの？志保が喜んでるのに取り上げるなんて俺にはできないね。お前が直接言えよ。なんで私が？貸したもの返せなんて言えるわけねえじゃん。じゃあ後で志保から連絡させるから、あなたが取り返してきて。やだよ。数分後。さやかちゃん、よかった、 LINE つながれて。ドレスのお礼直接言いたかったんだ。私貸したつもりないんだけど。え、でも高則が貸してくれたから。それ私が買ったの。そうなんだ。返してよ。そんなことより高則ってすごく甘えん坊で大変じゃない？今そんな話してないんだけど。私の時って靴下履かせたりとか、体まで洗ってあげてたけど、今もそんな感じ？自分のことは自分でしてもらってる。やだ、高則かわいそう。少しくらい甘えさせてあげたらいいのに。ほっといてもらえるかな。じゃあ、あれの回数は週に何回くらい？そんなこと、あなたに言う必要ある？私の時週6日だったの。もう毎晩ヘトヘトだったけど、愛されてるって感じはしてたな。ねえ、私ドレスの話がしたいんだけど。あれの時って高則すごく優しいよね。今でもたまに思い出しちゃう。あなた気持ち悪いよ。なんで？夫婦になるんでしょ？大事なことじゃん。私のドレス返して。これほんと可愛いよね。写真撮ったの、見てくれる？着たの？そりゃ着るでしょ、借りたんだから。この汚い縫い跡は何？ああ、少しサイズが大きかったから自分で仮縫いしたの。は？何勝手なことしてくれてんのよ。後でほどくんだから別にいいじゃん。それが人のものを借りる態度？非常識すぎるんだけど。こっちから言わせてもらえばケチすぎるんだけど。はい。高則もかわいそうだよね。こんなに心が狭くて、器がおちょこくらいしかない女と結婚するなんて。あなたにだけは言われたくない。なんでこのドレスの存在を私が知ったと思う？高則が写真送ったからでしょ。そうなの。これ志保の方が似合うよなって言ったのよ。え？ああ、知らなかった？何それ。ドレスだって似合う人が着た方が喜ぶと思わない？でもそれは私が買ったものよ。今時ドレス買うとかちょっと感覚が古すぎない？関係ないでしょ。
だいたい式が終わったらこんなものどうする気よ。妹に貸したりリメイクしたり、娘ができたら着せたり、いろいろ考えてるの。ダッサ、押し付けられる妹さんもまだ見ぬ娘もかわいそうだわ。何が悲しくてデブのお下がりを着なきゃならないのよ。なんであなたにそこまでバカにされなきゃならないの。教えてあげてるの、あなたがあまりにも変だから。ほっといて。一度しか使い道のないドレスを私が最大限有効活用してあげようって言ってるんでしょ。感謝こそされても文句言われる筋合いなんてないと思うんだけど。勝手にサイズまで変えて謝罪の一言すらないとはね。え、ちょっと待ってよ、それってデブなあなたが悪いんじゃないの。ウエスト周りブカブカすぎて妊婦用かと思っちゃったし。もういい。そうそう、私たち式場も同じなんだよ。え、そうなの。坂則と共通の知り合いも多いし、あなたが私のドレスを借りたって話になったらごめんね。最悪。1ヶ月後。昨日志保の結婚式行ってきた。やっぱお前より志保の方がドレス似合ってたわ。そう、俺らも2ヶ月後だなって思ったらちょっと緊張してきたな。式場はキャンセルして。は？何言ってんの、もう招待状も送ったんだぞ。あなたと結婚はしない。まだドレスのことで拗ねてんの。それだけじゃない。じゃなんだよ、結婚キャンセルするようなこと何かしたか。心当たりないわけ。ないね。じゃあ志保さんにも心当たりがないか聞いてみようか。なんで。何、昨日結婚式だったから疲れてるのよ。志保聞いてくれよ、こいつが結婚式キャンセルするって言い出したんだよ。まだドレスのことで拗ねてんの、しつこい女だろ。おいさやか、ドレスはちゃんと返してもらうから泣いてんじゃねえよ。泣いてねえわ、むしろすがすがしいわ。なんだよそれ。お前もドレスもその女にくれてやるよ。え、何言ってるの、私は結婚したのよ。高則をもらっても困るんだけど。そうだぞ、志保には旦那さんがいるんだ。よく言うわ、今までずっと二人で浮気してたくせに。何の根拠があってそういうこと言うの。最初にあなたと LINE した時何か違和感があった。元カノのマウントだけじゃなくて嫌な感じがしたから調べさせてもらったの。探偵つけたの。そうよ、この1ヶ月ドレスのことも一切口に出さずあなたたちを泳がせたの。優雅に楽しそうに泳いでたよね。嘘だろ。私の勘は当たってた。志保さんの私に対する敵意は過去形じゃなくて現在進行形としか思えなかったのよ。この女、まさか3日に1度のペースで会ってるなんてね。ねえねえ、キラキラネオンのホテルで3時間も何してるの。違うの、結婚式の相談とかそういう話してただけよ。そうなんだ、だったら旦那さんに言っても全然大丈夫だよね。旦那さん素敵な人ね。お医者さんなんだって。あんたまさか。開業の予定もあるそうで、これからがますます楽しみだよね。お願いやめて。人の結婚をぶち壊しておいて自分だけ幸せになるつもり、そんなことが許されると本気で思ってる。俺からも頼む、ここだけの話にしてほしい。私のドレスを返してという頼みをあんたら二人は嘲笑い非難し無視したよね。あれは自分の頼みだけ聞けってのはあまりにも都合良すぎませんこと。いくら。は？いくらで黙るかって聞いてんのよ。お金くれるの。仕方ないでしょ、それで黙るなら払うわよ。5兆円。現実的な金額を言いなさい。だから5兆だってば。これ以下は1兆たりとも負けない。ふざけやがって。払えない？じゃあ新婚の旦那さんに言うしかないね。やめてくれ、俺まで慰謝料請求される。でしょうね、むしろそうなってほしくてやってるからね。どうせお前も請求するんだろ、全部でいくらになるんだよ。全部で400万くらいじゃない。そんなに。
私も？あんたはドレスの代金も弁償してもらう。は？あんたさっきくれてやるって言ってたじゃない。ただでとは言ってない。私と取引しない？ほう、条件を聞こうか。このまま私が結婚生活を続けることができれば、医者の夫の安定した収入を得ることができる。それで慰謝料とドレス代を払えるわ。どう？却下。なんでよ！あんたらまだ気づかないの？私の目的は金じゃない。だったら請求するな。金を請求することで貯金を失って絶望する高典の顔が見たいの。それから散々私をバカにしたこの女の断末魔の叫びを聞けたら最高ね。趣味悪。新婚生活たったの1日で終わっちゃったね。かわいそう。このアマ、うちの旦那が許してくれるかもしれないじゃない。残念でした。許さないそうです。え？私の弁護士がさっき証拠を持って病院に伺って伝言を預かってきたそうよ。何？さっさと出て行け。だって。そんな、タワマンに住めないなんて絶対に嫌。さやか、俺と志保の人生をめちゃくちゃにして楽しいか？はい、楽しいです。お前みたいなやつは絶対に幸せになれないぞ。そうよ、自分がしたことは必ず自分に返ってくるんだから。誰が言ってんだよ。志保、こうなったらお前のことは俺が支える。は？あんたみたいな中途半端なサラリーマンとか絶対に無理なんだけど。じゃあなんで俺と？体の相性が良かっただけよ。医者の旦那はイマイチだったから。それだけ？浮気にそれ以上もそれ以下もある。マジかよ。ウケる。最高の結末。てめえ、結婚式が中止になったこと、親族や友達への連絡忘れないようにね。私はもう2週間前に済ませたから。は？式場のキャンセルもよろしく。 40% くらいは取られるみたいよ。まだ金がいるのかよ。志保さん、あのドレス捨てた方がいいかもね。世界で一番縁起の悪いドレスになっちゃったから。くそ。あー、すっきりした。ほんと、こんなクズと結婚しなくてよかったわ。ドレス盗んでくれてありがとね。この女ほんとムカつく。あんたも相当だけどな。後日談。志保はその日のうちに引っ越しトラックを呼ばれ追い出されたそうです。旦那さん潔癖だったそうで、しばらくは嘔吐が止まらず、診療にも影響が出たため慰謝料を上乗せして請求したとか。私も高典に200万、志保にはドレス代を合わせた300万を請求しました。高典はキャンセル料と慰謝料で手持ちのお金はすっからかん。志保は実家にお金を借りて払ってくれました。医者の妻としてセレブ生活を送るはずだった志保はただの無職となり、今は出会い系で男を漁り小銭をむしり取る生活をしているらしいです。ダッサ。私は高典と別れたことで運気が良くなったのか、今ちょっとしたモテ期が来てます。焦らず慌てず誠実な人を見つけたいなと思います。私離婚することになった。はあ？最近連絡ないと思ってたらなんでその展開になったわけ？ハヤトに浮気されてたみたい。ふざけてんな、あのうんこ野郎。結婚してまだ1年も経ってないのに。最初から違和感はあったんだ。結婚式の時からすでにめんどくさそうだった気がする。ハヤトはやめとけって言ったじゃん。まあ私が紹介したんだけど。過去の言うことを聞いておけばよかった。あいつ大学の時も彼女特会引っかえしてたのよ。だから友達として紹介したんだけど、まさか結婚するとは思わなくて。あんな人にアプローチされるの初めてだったから、流れに身を任せすぎたのかも。もう、井森は騙されやすいんだから。あって、私のせいでもあるか。過去は止めてくれたし、ハヤトが友達としていい人だっていうのは理解してるよ。そうなのよ、ノリはいいし、おごってくれるし。でも恋人としてはな。
一応2年付き合ってそれでプロポーズしてくれたから、親も私の結婚楽しみにしてたし、断る理由ないなって。違うのよ、結婚っていうのはしてもいいかなじゃなくてしたいなの。そっか。ところで浮気相手はちゃんと調べた？調べたりはしてないけど、相手から挑発ラインが届いた。誰？あやな。まさかのあの昭和の女かい。どういうつながり？3ヶ月前に中学の同窓会あったでしょ。隼人が過去にも会いたいしって帰り迎えに来てくれたの。私は仕事で不参加だったけどね。そこで彩菜が目をつけたみたいで。あの子中学の時からぶりっこして男に媚びてたからな。私がトイレ行ってる間にでも連絡先交換したのかな。あっけなく取られちゃった。私の大親友に何してくれてんだか。隼人も彩菜もつぶすべ。弁護士事務所行こう。慰謝料たんまり取ってやるの。一応相談したんだけど、証拠がないとって言われちゃって。あやなが自白してるんでしょ。 LINE だと革新的なことは避けて書かれてるの。でも挑発してきてるのはわかる。どんな感じ？隼人さんと別れるんだってね。もしかしたら素敵な女性でも見つけたのかもって。はっきっしょ。じゃあ探偵雇って証拠集めよう。そんなお金ないよ。労力もないし、もう疲れちゃった。これで終わっていいわけ？もちろん悲しいし腹も立つよ。でももう関わりたくないって気持ちの方が強い。お金より平和が欲しいんだ。そっか、わかった。一応過去には報告しておこうと思って。心配かけてごめんね。いいんだよ、今度飲みに行こう。うん。ハキハキと自分の意見を言える過去が昔から憧れで、私もそうなりたいなんて思うのです。私は三森、28歳、普通の OL です。本当に平凡な日常を送ってきて、このままぼーっと人生が終わるんだろうと思ってました。でも4年前に過去の友人として紹介された隼人は私とは全くの正反対。刺激が強くて魅力的に感じました。私の持ってないものをたくさん持っている。そんな彼に付き合おうと言われた時はエイプリルフールかと思いました。そのままなんとなくお付き合いがスタートして、なんとなく結婚。今思えば彼も結婚したいというよりはこれがセオリーっていう感じだったんだと思います。私には平凡がお似合いです。だからこのまま静かにこの件を終わらせようとしていました。しかし浮気相手のアヤナがまた挑発的なことをしてきたのです。数日後。結婚式の招待状送ったのに無視？濁してたけど、やっぱりアヤナが浮気相手なのね。違う違う、あんたたちが離婚してからアプローチしたの。ゼロ日婚ってやつ。いいよ、ごまかさなくて。慰謝料とか請求する気ないし、もう疲れたから関わってこないで。そういうわけにはいかないでしょ。結婚式絶対来てほしいの。何の嫌がらせ、元妻を招待するなんて。だって私たち幼なじみでしょ。小中一緒で家が近かっただけ。でもお互いの両親も仲いいんだし。略奪の話を聞いたら親悲しむよ。だから略奪じゃないって。何でもいいけど本当に連絡してこないで。じゃあブロックしたらいいじゃん。それはそうなんだけど。関わりたくないっていう割には心の奥底で私たちのことが気になってるんじゃない？勝手なこと言わないで。でも図星でしょ。そりゃ無関心っていうのは難しい。でもなんとか気をそらしたいの。ちなみに過去たちは来るから。え？中学のみんなにも招待状送ったの。そしたらお祝いしに来てくれるって。嘘でしょ、どうして？過去に限ってはあんたたちお似合いだと思うってメッセージまでくれたのよ。変な冗談やめてよ。信じないならスクショ送ろうか？もういい、お願いだから LINE してこないで。結婚式にも行かないから。ちぇ、つまんないの。結婚式当日。今ね、楽しい楽しい結婚式に向かってるとこだよ。私の夫を奪ったアヤナの結婚式に本気で行くつもりなの？
なんだ、私が結婚式に呼ばれてたって知ってるんだ。過去だけじゃなくて中学のクラスのみんなも行くって。そうそう、私がみんなで行こうって誘ったの。どうしてこんなことするの？親友の過去だけは行かないでくれると思ったのに。なんでそんな沈んでるわけ？だって私の味方だと思ってたから。でもまさかアヤナを祝福しに行くなんて。ちょいマチ、まさかあんた私たちがマジで祝福しに行くだけだと思ってる？違うの？ちょっと心外。これはあんたのためだよ。私のためって？あのね、私この数日間で超頑張って2人の祝福ビデオを作ったの。撮影と編集大変だった。やっぱり祝う気じゃない？これをね、式場で流すの。先に見てみない？いや、いい。そっか、力作なんだけどな。まあ直接見せるには刺激が強すぎるかもね。そしたらちょっと待ってて。何する気？あんたを絶対笑顔にさせてあげるから。1時間後。ふざけんじゃないわよ、あんたたちのせいで式が、いや人生が台無し。うわー、すごいことになっちゃったね。これあんたの仕業でしょ。ビデオのこと？まさかあんなのを式中に流されるなんて。どこが祝福ビデオなのよ。会社の人もいたんだってね。これどうやって撮ったわけ？その私たちがちょめちょめしてるところ。なんでそんな昭和の言い方なの？少し前に不適切にも程があるってドラマが流行ってたから。そんなことはどうでもいいのよ。いつ撮ったの？これは過去が撮った力作らしい。っていうかお外でしてる方が悪くない？夜の公園なんて誰もいないと思ったんだもの。家ですればいいのに。刺激が欲しくて。気持ち悪いな。別れて正解だった。こんなことして何になるの？何になるかはわからないけど、私は胸がスカッとした。過去から会場の動画が送られてきたけど、みんながあの映像を見てどよめいてる姿とか、それを受けて2人が焦っている姿とか。性格悪いかもしれないけど、正直スカッとした。2回も言わなくていい。クラスのみんなもグルだとは思わなかった。わざとらしい大きな声で略奪婚だとか気持ち悪いとか親にも会社の人にアピールするように言ってたの。会社の人気まずそうな顔で途中退場してたね。これじゃあもう仕事行けない。ハヤトも同じ気持ちみたい。あっちからも LINE 通知がやまないよ。どうしよう、親もめちゃくちゃ怒ってる。自業自得じゃない？こんなことするなんてひどい。慰謝料請求するから。え、そっちが？だって人の結婚式を潰したのよ。先にやらかしたのはアヤナでしょ。こっちこそ浮気の慰謝料を請求させてもらう。なんか勘違いしてるようだけど、過去が作った動画はあなたたちが別れた後のものでしょ。それが何？あれじゃ浮気の証拠にはならない。こっちからしたらただ盗撮されて名誉毀損されただけなんだから。確かに過去が調査してくれたのは私たちが別れた後だった。ほら。でもあなたたち喫茶スカトによく行ってたでしょ。それが何？ただの喫茶店よ。過去が教えてくれたんだけど、そこはハヤトが大学生の時から使ってる密会の場なんですって。で、過去って顔が広いでしょ。スカトのマスターさんとも仲良くしているらしいの。え、もしかして。マスターに2人がいつから密会を始めていたのか証言を取ってくれた。3ヶ月前らしいから、やっぱり同窓会のすぐ後ってことね。会ってただけ。ハヤトはそこに連れてきた女を決まってホテルに連れていくとも言ってたな。私は言ってないわ。断固否定させてもらう。でもマスターがホテルに行こうって話をしてたって教えてくれたけど。また聞きでしょ。こんなのは証拠にならない。これだけなら証拠不十分だけど、今までの LINE の内容やチョメ動画も一緒に提出すれば、どっちが本当のことを言ってるか明らかだわ。チョメ動画って言い方やめてよ。あなたたちのせいで無気力になってこのまま人生が終わったらいいのにとまで思った。でも結婚式の動画を見て久しぶりに腹から笑えたの。大爆笑よ。いい意味でどうでもよくなれた。
じゃあ慰謝料請求とかやめない？なんで？私明日から会社行ける気しない。ってことはニートになるでしょ。お金なんて払う余裕ないって。そんなのこっちからしたら知ったこっちゃないの。幼馴染でしょ、許してよ。小学生の時のこと覚えてる？昔のことなんて忘れた。私は一生忘れない。アヤナに好きな人を聞かれて教えた次の日、アヤナがその人に告白したの。小さい時の話でしょ。案の定二人は付き合いだして、アヤナが言った。取っちゃってごめんねって。謝ってていい子じゃん私。そうじゃないのよ。あなたは嫌がらせをするためにわざと告白したの。ちっちゃい人間、そんな昔のこと今更持ち出すなんて。アヤナにとっては大したことじゃなくても、やられた側にとったら一生残る傷だってある。この他にも同じようなことがいっぱいあったし、被害者は私だけじゃなかった。わかったわかった、もう人のものには手を出しません。だから慰謝料なしにして、あのビデオですでに大ダメージを。あれは過去からでしょ。私からも祝福として慰謝料。祝福するならご祝儀でしょ。気づいてないかもだけど、これだけ言ってもアヤナは謝ることができないんだな。ごめんなさい、許して。もう遅いので後日弁護士から連絡行くと思うから。ねえごめんなさいってば。すみません、申し訳ございません。ほら謝罪オンパレードだよ、見守り。後日談。弁護士さんに相談をしたところ、証拠はバッチリとのことで、もし否定されたら裁判をしましょうという話でまとまりました。あちらは勝てる見込みがないため、すぐに諦め慰謝料200万ずつ支払うことを了承してくれました。ハヤトからも相当しつこい連絡があったのですが、怖かったので警察から接近禁止命令を出してもらうことに。二人とも仕事の上司や同僚が式に来ていたこともあり、もう恥ずかしいから無理と退職。もちろん即離婚しました。アヤナは親にも感動され、どこにも帰る場所がなくてネットカフェの住民になっているそうです。ハヤトは実家で親に厳しい教育を受けているんだとか。元義母は離婚の件を知っていたものの、浮気が原因とは知らなかったようで土下座して謝罪してくれました。私は1週間リフレッシュ休暇をもらい、過去と旅行に。今回の件で少し強くなれた気がします。親友がいて本当に良かった。離婚届テーブルに置いといたから書いて出して。え？マンションの家賃は来月までは俺が払ってやるから、そこからは自分で勝手にやれ。何何、どういうこと？そのままの意味だけど。なんかのドッキリ？いや、離婚したいんだよ。は？もう夫婦生活に疲れたからさ。待って、本当に意味がわからないんだけど、昨日まで何もなかったよね。ずっと我慢してたんだよ。急すぎない？昨日は二人で映画見てたくさん笑ったし、夜だって。その行為にも疲れた。不倫のお前のためになんで俺がこんなに頑張らなきゃいけないんだ。本気で言ってるの？冗談で言うと思う？そう思いたい。だって今朝もお互い仕事に行くときに笑顔で行ってらっしゃいって言ったでしょ。俺の演技はなかなかうまいらしい。嘘って言ってよ、結婚してまだ1年よ。俺の言ってることわかんない。要するに不妊治療に疲れたってこと？それもあるし、なんか冷めた。何よそれ、無責任すぎる。そうか、じゃあ俺はお前に疲れながら黙って生きていかなきゃいけないってことか。そうじゃなくてさ、何か言いたいことがあるなら LINE じゃなくて直接相談してってってこと。直接話すとすぐ泣き落としに入るだろう。めんどくさいんだよそういうの。そんな風に思ってたの？昨日までずっと。結婚してみて分かったんだけど、メンヘラって超やだ。自分じゃ分からないんだけど、どこら辺がメンヘラ？帰りが遅くなるとしつこく連絡してくるとことか。そりゃ夕飯がいるかどうか知りたいし、何も言われてないのに遅くまで帰ってこなかったら心配になるでしょ。じゃあ俺は結婚生活に向いてないってことだな。他に好きな人ができたとかじゃないの？俺を疑ってんのか？だってあまりにも急だから。自分のダメなところを棚に上げて人を責めてくるんだな。そんなつもりはないよ、ただ本当のことが知りたくて。俺はずっと本当のことしか言ってない。不倫に付き合うのに疲れたし、必死のお前に冷めた。話し合う機会はもらえないの？
俺は今日から別のところに住むから帰らな。どこに？そうやってしつこいところがメンヘラっぽくて嫌いなんだよ。嫌いなのね。ちゃんと離婚届にサインして役所に出せよ。あなたの気持ちは分かった。少し時間ください。早くな。突然の離婚宣言に驚きすぎて立ちくらみがしました。何度 LINE を読み直しても私が嫌いだと書いてある。昨日まで仲がいい夫婦だったのに、どうして？私はゆい、29歳です。たくまとは3年前に趣味を通じて知り合いました。私たちは意気投合するのが早くてすぐに交際をスタート。結婚までもスムーズだったと思います。二人とも子供が好きで、結婚したらすぐに作るつもりでいました。しかしなかなかできず、私が産婦人科で検査をしたところ不妊であることが分かりました。その頃から彼は冷めていたのかな。全然気づかなかった。1年間不妊治療を頑張って続けてきたのは全部無駄だったんだなと思うと虚しいです。家族や親友にも相談して、あ、思い出すだけで涙が出ます。おとなしく離婚するしかないのかと悲しみに暮れていたところに、親友から信じられない LINE が届いたのです。2日後。ゆい、おめでとう。え、何？もういつの間にこんなことになってたの？何の話？赤ちゃん生まれたんでしょ？妊娠したことも隠してるなんて、サプライズ好きにも程があるだろう。ちょっと待って。待たない待たない。駅前でたくまさん見たんだけど、赤ちゃんあやすの上手だね。さすが年上の旦那様。どういうことそれ？それはこっちのセリフ。ついに不妊治療がうまくいったのね。産んでない。それどころかまだ妊娠もしてないよ。ん？たくまが赤ちゃんをあやってたの？あれ、ゆいの子じゃないの？じゃあ親戚の子とか預かってたのかな。早とちりした。ごめん。それはいいんだけど、てかよく考えれば3ヶ月前にも不妊治療してるって話してくれてたよね。そしたら今生まれてるわけないじゃん。本当ごめん。妊娠したら親友のアミに一番に言うよ。でも今それどころじゃないの。どうしたの？たくまから離婚したいって言われた。は？いつ？一昨日。嘘でしょ。それで今どうしてるの？たくまが離婚届置いて出てって、マンションは私一人。でもこの間まではめちゃくちゃ仲良かったよね。うん、むしろ離婚を切り出された日の朝まで仲良かった。意味わかんない。私も。にしてもその赤ちゃんって誰のなんだろう。あのさ、私の憶測で話すのもあれなんだけど、いい？何でも言っちゃって。私が見た赤ちゃんなんだけど、たくまさんにめっちゃ似てたの。あ、眉毛の形とか、あと鼻が高鼻っぽくて特徴的でしょ。そこが似てたから浮気してたのかな。いやでも私の見間違いの可能性もあるし。ないと思う。アミには結婚するときにたくまをちゃんと紹介したし、喋り声もわかってるでしょ。あやすの見たなら見間違いも何もないじゃない。そうだよね。ゆい、大丈夫なわけないよね。大丈夫？え？むしろ今めちゃくちゃ燃えている。どういうこと？浮気して他のところで子供作ったって事実を知ったら、なんか吹っ切れたというか、すっごく気持ち悪い男なんだって分かって悲しみとか気失せた。マジ？アミ、協力してくれる？ちゃんと証拠をつかんでぶちのめした。ぶちのめすって、あんた相変わらず怒るとやばいね。いいから付き合って。はい。1週間後。おい、いつまで待たせるんだよ。ああ、離婚届？役所に確認したらまだ提出されてなかったぞ。わざわざ役所に確認しに行ったの？そんなのどうでもいいだろ。早く出せよ。どうしてそんなに急ぐのかな。好きでもない相手といつまでも戸籍上繋がってるのが不快だからだよ。他に相手がいるからじゃなくて？いない。ああ、そう。じゃあここから離婚裁判を始めます。は？どうも、証人のアミです。確か
ゆいの親友の方、どうしてあなたが夫婦の問題に入ってくるんですか？あなたが別の女性と恋愛関係にあることを知ってるから証言しに来ました。何を言ってるんだ。では証人、被告人が浮気しているという証拠があるなら述べてください。被告人って俺？はい、裁判官、まずはこちらをご覧ください。これは一体どこでこの写真を？これは企業秘密です。普通に母親に近づいて写真をもらっただけでしょ。言わないでよ、カッコつかないじゃん。彼女に近づいたのか？私、誰とでもすぐ仲良くできるから。公園にいる彼女に子育て大変ですよねってママ友のふりして話しかけた。被告人、あなたは浮気相手の存在を認めましたね。俺は何も言ってないぞ。彼女ってのはただの友達だ。裁判官、このタクマという男は伊藤美晴という29歳の女性と浮気し子供まで作っております。その確かな証拠は、まさにコナー官房が2人が浮気をしている証拠でしょう。見てください、鼻と濃い眉毛が被告人そっくりです。確かに。おい、いい加減にしろ。猿芝居は終わりだ。それはこっちのセリフよ。この1週間ちゃんと調べさせてもらったわ。つい先日、伊藤美晴から子供を産んだ報告を受けてそちらに乗り換え、私と別れようと思った。そうでしょ？でも美晴とはずっと会ってなかった。最後に会ったのはお前と結婚する前だ。だから何？急に俺の子を授かっていて生まれたって連絡が来て、だからそれまで何も知らなかったんだよ。知らなかったら何でもいいって？俺が子供好きなのは知ってるだろ。赤ちゃんを見た瞬間にすぐに俺の子だって分かった。そしたらもう美晴と結婚する以外には考えられなくなって。それで急にユイに離婚を要求したって、勝手にも程があるっしょ。あんたには関係ない。逃げてるね。浮気したことは認めるのよね。ああ、でも今はこっちが本気だ。分かった、お望み通りあなたとは離婚します。よし。ユイ、それでいいの？こんな人と一緒にいたくないし。そりゃそうだけど。でもね、大事なお知らせがあるんです。なんだ？慰謝料が欲しいなら少しくらいなら払ってやるよ。それはもちろんもらうけど。離婚してくれるんだったら何でもいい。いいの？なら言うけどね、あの赤ちゃんタクマの子じゃないよ。は？それでも見た瞬間に自分の子だって思ったんでしょ？それなら責任持って育てないとね。変な冗談やめろよ。そうだよ、さすがに嘘だってバレる。あんなにそっくりなんだもん。そうだ。いや、アミ、これはマジなんだよ。他人の空にって本当にあるんだってびっくりした。マジなの？いやいや、ありえない。実は更新状を使って調べてもらったんだけど、伊藤美晴には他何人か男性関係がありまして。やっば。おそらくだけど、あの赤ちゃんは前付き合いがあった男との間にできた子っぽい。でも認知してもらえず逃げられて、帰りの父親が必要で似てるタクマに連絡した。空想を語って楽しいか？若者を潰して楽しいか？アミ、令和の虎ごっこは後にして。はい。でもさ、どうしてタクマさんの子じゃないって分かったの？赤ちゃんが生まれたのはほんの2週間前でしょ。妊娠してからだいたい280日で生まれるのに1年以上会っていない彼女とどうやって子供作るの？あれ、私と結婚してからは会ってないのよね。私と結婚したのは1年と2ヶ月前ってことは。俺の子じゃないじゃん。ハロータ、めっちゃ初歩的なことじゃん。なんで気づかなかったんだろう。余裕がないと意外と単純なことに気づかないものよね。にしてもタクマダサいな。マジで俺の子じゃない。残念だったね。ってことでこの話はおしまいです。慰謝料請求するので約束通り払ってね。これにて解散。ちょっと待ってくれ。俺は家族ができると思って本当に子供が好きなんだ。だからユイのことは諦めて見張るところに行こうって決めたのに。諦めたんじゃなくて捨てたんでしょ。ごめん、俺が悪かった。俺の子供がいないなら見張ると結婚したいなんて思わなかったはずだ。まさか私とやり直したいの？あ、本当にごめん。離婚は取り消させてほしい。都合良すぎない？それに私不妊なんだけど、一緒にいても子供できないよ。それはやってみなくちゃわからないだろ。先生もお前の不妊は軽くて産める可能性はまだあるって言ってたんだよな。そうそう、言い忘れてた。先生がね、この間の検診の時言ってたの。
軽い不妊なのにここまでできないとなると男性の方にも問題がある可能性が高いって。え、一度検査してもらえば。検査してもらう必要なくない？もう誰もこんな男と付き合わないって。確かに嘘だろ。俺どうしたら、自分が不倫なんて考えたことなかった。だろうね、この平和のないお花畑野郎。あんたのネーミングダッサ。うるさい、もう解散。話すことないから。オッケー。待ってくれユイ、ちゃんと話をさせてくれ。私も同じこと言ったけど話してくれなかったよね。謝るから許してくれ、頼む。さよなら。なんでこうなるんだよ。後日談。長いようで短い戦いが終わりました。たくまとは無事に離婚が成立。浮気の慰謝料も215万請求することができました。伊藤美晴とも話をして、こちらには慰謝料50万をいただくことに。結局2人は破局し、美晴は1人で赤ちゃんを育てていくのだとか。離婚した後にも拓真はよりを戻したいと何度も近寄ってきましたが、警察に相談し接近禁止令を出してもらいました。ってことで無事解決。ふざけているような文章でしたが、メンタルには結構きたので、もらった慰謝料で旅行にでも行こうと思います。アミも連れて行くとするかな。子供が欲しいという夢はまだ諦めていないけれど、今は親友がいれば OK です。1000万の借金残して逃げたことは謝るから一緒に暮らしましょう。お母さん、今までどこ行ってたの？この5年間はパチプロとしてあちこちの寝台を回ってたの。お母さんって相変わらずだね。借金は私が払ってるけど、そろそろ返せそう？勝てば返せるわ。早く一山当ててね。こっちはお母さんがいなくなってから大変だったんだよ。私だってあなたと連絡を取りたかった。だけど全然繋がらなくて。間違えてブラックしてて最近解除しちゃったみたい。そうだったの？だったら教えてよ。返事しなきゃと思ったけど身の回りのことが忙しくて後回しにしちゃってた。ごめんね。まあ連絡取れたし別にいいわ。どうして私を連帯保証人にして何も言わずに出て行ったのか教えてくれる？ギャンブルで借金してたなんてみっともなくて言いづらかったし。私保証人の欄にサインなんてした覚えないんだけど。え？ちゃんと聞いたわよ。明美はちゃんと OK って答えたわ。そうだったっけ。その証拠にあんたのサインとハンコをついた書類が私の手元にちゃんとある。それは借金取りにも言われた。私自分で書いたのかな。そうよ、寝不足だったとかで忘れてるだけじゃない。で、借金の返済はどんな感じ？怖い人が毎日来るのが嫌で毎月5万円払ってる。仮に身に覚えのない借金だったとしても一回払ったら認めたことになるのよ。私のために全部払ってね。お母さんの借金なんだから少しは手伝ってよ。まあ考えとくわ。で、借金は残りいくら？5年もあったんだから結構返せたんじゃない？利子含めて300万返済して残り800万かな。まだそれだけあるの？利子が高いせいでなかなか返済が進まなくて。使えない子ね。ごめんなさい。ところであんた、前に住んでたアパートから引っ越したの？お母さんがいなくなってから怖い人が取り立てに来たせいで地元に住みづらくなったから知り合いのいない土地に転居した。大変だったのね。当時付き合ってた彼氏からも振られちゃってね。ボラアパートに引っ越して爪に火を灯す生活をしてた。あらま、高校卒業したら結婚するなんて言ってたのに別れちゃったの？1000万も借金ある人と付き合えないって言われた。白状な人ね。それだけじゃない、借金取りが毎日アパートに来て怒鳴るし、ドアに中傷ビラも貼られて近所で噂になっちゃって。もしかして職場を辞めたのもそれが理由？どうして知ってるの？あなたを探すために電話したけどいないって言われたから。うん、狭い田舎で噂になって社長から辞めてほしいって言われちゃってさ。せっかく希望した会社で働き始めたのに残念だったわね。そう思うなら自分で働いてちゃんと返済してほしいな。
何言ってんのよ。今までだってパチンコで稼いでたでしょ。ギャンブルは仕事じゃないよ。お願いだからちゃんとした仕事について。でもあなた年上の弁護士と結婚したのよね。たまに住んでるって聞いたわ。夫に立て替えてもらいなさいよ。どうしてそれを知ってるの。あなたを探すために探偵を雇ったの。そんなことまでしたの。だって連絡がつかないから。ブロック解除した時に連絡すればよかったね。まったくよ。それであなたずっと一人で寂しかったでしょ。また一緒に暮らしてあげるわ。本当に。それからあなたの好きなものを作るわ。確かハンバーグよね。私の好物まだ覚えててくれたんだ。一緒に暮らせばこれからはいつだって作ってあげられる。わかった。でも旦那と話をしないとだから少し待っててね。貯金がなくて来月苦しいから早めに頼むわ。借金残して蒸発したババアと誰が一緒に住みたいと思うかっつーの。これも借金を返すために必要なことなんです。私の名前は春日井明美、23歳で今は事務職をしています。母の純子は私が18歳になった時に怪しい金融会社からした1000万の借金を残して蒸発。はあ、とんでもない人で、私が10歳の時に浮気で父と離婚した挙句、養育費目当てで私を引き取るような悪魔です。私は知らないうちに連帯保証人にされており、黒服の人が言うままにお金を返す日々を送っていました。貧乏で困っていたところ、友人が弁護士を紹介してくれて、ようやく解決の兆しが見えてきました。ちなみにその人が今の夫です。今回私に同居を求めてきたのもどうせたかる目的でしょう。私は母に甘い言葉をかけつつ目標を達成できる日を狙いました。3日後。そろそろあなたの旦那さんに挨拶に行かないとね。そのことなんだけど、夫から借金を返してくれなきゃ一緒に住んじゃダメって言われたの。800万も残ってるのよね。私お金がないから払えないわよ。どのくらいないの。来月でそこをつくわ。探偵にあなたの居場所を探させるのに100万もかかったし。そんなギリギリの経済状況なのにどうやって探偵を雇ったのよ。一緒に住んでた男から貯金をちょろまかして払ったんだけど、バレたら切れて出て行っちゃった。それならパチプロとか言わないで働いてほしいんだけど。私はパチンコ以外したくないの。そこまで言うならこっちで払うね。あなた旦那が弁護士なんだからお金持ってるでしょ。それで払っちゃいなさい。夫は駆け出し弁護士だからそんなお金はないよ。は？あんたの旦那って結構年いってるしたっぷりお金持ってるでしょ。夫はそんなに老けてないけど。探偵が撮った写真には弁護士バッジつけたおっさんが写ってたわ。苦労人で若白髪が多いからそれで間違えたのかな。金持ちで年いった旦那なんだからうまいことやっちゃって保険金で支払えばいいじゃない。何を言ってるの。そしたら遺産も手に入るし万々歳ね。冗談言わないで。そんなことできるわけない。やり方がわからないなら私が調べといてあげる。お金はこっちでなんとかできるから怖いこと言うのはやめて。さっきお金ないって言ってたのになんとかできるの。うん、夫が弁護士の力を使って借金をチャラにする方法があるって言ってた。だったら最初からそのやり方でやんなさいよ。ちょっとグレーンゾーンな方法だからあんまりやりたくなかったけど。これで安心ね。手続きにお母さんが借金を申し込んだ時の書類が必要なんだけど、まだ取っておいてある。それなら持ってるわ。じゃあそれを家に送ってくれる。住所は後で送信するね。わかった。善は急げよ。1ヶ月後。電話も LINE も放置とか、あんたいい加減にしなさいよ。はい。いつそっちに住めるの。私もうすぐ家を追い出されちゃうから早くして。明美は今病院の診察中ですが、私の娘に何か用でしょうか。何言ってんの。母親は私よ。娘は私に母親なんかいない、いるのは悪魔だけと言ってましたが。は？あんた誰よ。
私は明美さんの義父で弁護士の高橋明夫と申します。あれ、旦那が弁護士じゃないの？息子も弁護士ですが、本件は難しい案件なので私が担当しています。1ヶ月前に探偵が撮った写真に写ってたのってあなただったのね。その日は明美さんと借金の件をどうするかについて相談のために自宅を訪問してました。このままだと分かりづらいんで自分の LINE のアカウントで入りますね。明美って病気だったの？病名は脳腫瘍です。本当？保険金の受け取り人を私にしておいたか確認してちょうだい。自分の娘が病気なんですよ。心配の言葉もないんですか？脳腫瘍ならどうせ余命いくばくもないんでしょ。気を使うだけ損よ。明美さんが悪魔というだけある。なんて母親だ。あの子は私と一緒に暮らそうとしてたのにそんなこと言うわけない。あれは明美さんが連帯保証人の無効を申し立てるためについた嘘です。は？彼女は連帯保証人のラインにサインした覚えがないと言っています。だから無効だって言うの？はい。身に覚えのない借金でも一度払えば返済を認めたことになるの。弁護士のくせにそんなことも知らないのね。追認のことでしたら知ってますよ。ならどうして嘘なんてついて借金関連の書類を送らせたの？明美さんの目的は連帯保証人のサインを偽物と証明して返済義務はないと主張することです。借金してから5年も経つのよ。もう時効でしょ。有印私文書行使罪の時効は7年ですのでまだ間に合います。時間が経っているので難しい裁判になるかもしれませんが、書類の筆跡鑑定の結果を出せばほぼ勝てるでしょう。その手続きをしたら借金が帳消しになるんでしょ。問題が全部片付くじゃない。そしたら私も借金から解放されて自由の身よね。明美さんの連帯保証人が無効になるだけであなたの借金が帳消しになるわけじゃありません。ちょっと待って、そしたら借金は私が返すってこと？そうなります。残り800万も借金あるんでしょ。私はお金がないから困ってるの。冗談じゃないわ。明美さんが返済した200万円分もあなたに請求しますからね。私が今どういう状況か分かってんの？こっちとら一文なしで、もうすぐアパートも強制退去になっちゃうのよ。早くお仕事を探された方がいいですよ。私の職業はパチプロよ。そうですか。プロというからにはさぞかし稼いでるんでしょうね。今お金がなくて勝つまでかけられないけど、お金さえあれば私は必ず勝てるの。そのお金をこっちに頼らないでください。ならちゃんと働くから住むところを提供してちょうだい。お母さん、いい加減にして。明美、あんた無事だったの？手術は1ヶ月前に終わってたわよ。そうだったの。とにかく元気そうでよかったわ。ちなみに保険金の受け取り人は夫にしてあるから、お母さんには1円も行かないよ。まあ腫瘍は全部取り除けたからあと50年は生きるつもりだけど。よかったわね。それよりも私あなたとこれから一緒に住むのよね。あなたのお父様がなぜか断ろうとしてくるの。誰がクソババアなんかと一緒に住むかっつーの。え、そんなこと言わないでよ。私たちたった2人の親子でしょ。何ショック受けてんの。私は18歳の時もっときつい目にあったんだけど。あんたは若かったからなんとかなるでしょ。私はもう年齢的にどこも雇ってくれないし稼ぐのに苦労すんのよ。私を産んでからずっとパチンコしかしてなかった人を雇いたい企業なんてないもんね。今まで育ててやった恩を返しなさい。じゃあ恩を返すね。ちょっと漢字間違ってるわよ。これからあんたを有印私文書行使罪で告発するから間違ってないわよ。ちょっと実の母親を警察に突き出すなんてやめて。あなたのせいで私は18歳から5年間ずっと貧乏で、遊びに行くことも好きなものを食べることも制限されてた。許せるわけがない。私も同じような生活だったの。前に男の家に転がり込んでるって言ってたよね。私には頼れる人もいなかった。あなたには素敵な旦那さんがいるじゃない。そうだね。もし友達が弁護士の旦那を紹介してくれなかったら私の人生は今もどん底のままだったと思う。借金がなかったら弁護士の男なんかつかめなかったでしょ。つまり私が
恋のキューピッドってことね。そんな減らず口が叩けるってことは、反省するつもりはこれっぽっちもないみたいね。いや、とても深く反省してるわ。じゃあこれから起きる告訴や慰謝料の請求も罰として受け入れてくれるってことね。それとこれとは話が別。あんたとこれ以上話してると頭が痛くなってくるから、もうブロックするね。バイバイ。待って、あなたの好物のハンバーグ作ってあげるから仲直りしましょう。私の好物はオムライスだよ、バーカ。後日だ。私の連帯保証人は解消され、借金はすべて母の負担となりました。私は母を有印私文書行使罪で告発、母には猶予期間半年で懲役1年の判決が下りました。それと並行して今まで払った借金300万の返済も請求し、毎月3万を返すと約束されました。それから住むところを追い出され、今は住み込み可能な夜の店で働き始めたそうですが、年齢のせいでなかなかお客が入らず、ついに店の金に手をつけて逮捕されたそうです。猶予期間中に犯罪を起こしたことで刑務所行きは確実ですね。私は術後の回復も順調で仕事にも復帰できそうです。今までは暗くて苦しい生活でしたが、今後は夫と二人で明るい人生が楽しめそうです。あんたの旦那とその豪邸は私がもらってあげる。ひざまついて感謝しなさい。ひざまついて申し上げます。どちら様ですか？リュウジの女よ。およよ、離婚の話進んでるんでしょ。今度から私がリュウジの面倒を見てあげるから安心しなさい。うわうわうわ、来た来た来た。は？旦那略奪、豪邸略奪の合わせ技、ダブル略奪シリーズだ。何言ってんのよあんた、車ももらうわよ。なんということだ、トリプル略奪。さっきからマジで何なの？奪われるものが多いほどこっちのダメージも大きく盛り上がるというもんです。今ならオプションで祖父からもらった高価な壺もお付けできますが。もらうわ。うわ、4つ目来た。あんたから奪えるものは全部奪ってやるわ。一人の男も幸せにできない女に価値のあるもの残しても仕方ないでしょ。すっごい、本当に奪いに来るんですね。すごすぎます。使ってない高級炊飯器ありますけど、いります？当然よ、もらうわ。めっちゃもらうじゃないですか。じゃあ私が描いた絵いります？いらない。ああ、それはいらないんだ。いただくのは物だけじゃないの。リュウジが子供と離れたくないと言っている。だから子供もこっちで引き取るわ。ああ、それはダメです。私がもらうと言ったら絶対に手に入れるの。まるでキングボンビーですね。何それ？知らないんですか？無意識にキングボンビーを地で行こんな。お名前なんでしたっけ？証拠よ。証拠ボンビーと呼ばせてください。ほなみです。以後お見知りおきよ。やっぱ変な女ね。リュウジンが言ってた通りだわ。あいつといると疲れるって。そんなこと言ってたんですか？いい、めっちゃショックです。他にも言っていたけど、ショックで倒れちゃいけないから黙っててあげるわ。まあこれだけ奪われたら今更何言われてもダメージは同じっす。いつ離婚して家出る？てめえに指図される覚えはないんだよ。何いきなり切れてんの？まだ指図してない、聞いただけ。あ、そうでした、すみません、切れる場所間違えました。何なのよもう。すみません、ちょっとボンビーって言ってもらっていいですか？お願いします。いやよ、なんでそんなこと言わなくちゃいけないのよ。言ってくれたらホームベーカリーもお付けしますんで。ボンビー。あ、やっぱ興奮する。てかホームベーカリー欲しいんだ。離婚届書いてさっさと家を出てちょうだい。子供の件も考えといて。子供だけは譲れません。あとはおおむね了解です。アホだけど物分かりだけはいいのね。考えるのがないだけかしら。えへへ、おみられちった。いや、褒めてないから。リュウジが持ってるものは全ていただくとおっしゃいましたね。そうよ。本当に全部ですか？もちろんよ。わかりました。そこまで覚悟が終わりなのでしたら、私も潔く身を引きいたしますで。ソロ普通に喋れ。足も物の符の端くれ。物の符に二言がござらぬでござる。なんかとなんかが混じってる。マジで普通に喋れ。
龍二殿の持っているすべてのものはこの家に置いていくのでござる。物の船の忍者なのどっちよ。まあやっぱり炊飯器もったいないな。ダメ、もうもらったから炊飯器は置いていきなさい。欲しがりますね。子供はあなたがどうしても譲らなかったって言っておくわ。私も他人の子なんて育てたくないし。ええ、それだけはどうしても譲れませんので。養育費は払わないわよ。はい、養育費は不要です。無理しちゃって。私も人の子だからあんたの強がりがなければ。じゃあ1ヶ月待ってあげるから荷物まとめて期限内に出ていきな。わっかりました。ほんと変な女。私はほなみ、35歳の主婦です。小学生の息子と夫と3人家族でした。夫の度重なる浮気に焼けが差し、この度離婚することになりましたが、まさかの略奪ライン。炊飯器は高かったので惜しいですが、致し方ありません。キングボンビーに勝てるはずがありませんから。私は愛する息子さえいればそれで構わないので、息子と二人で家を出ることに。私の大事なものだけをまとめ、10年暮らしたこの家を後にしました。しかし略奪ボンビーとの戦いはこれで終わりではなかったのです。おい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 、これはこれは略奪キングボンビー様、もう私にはお渡しできるものがございませんが。そうじゃない、この年寄りは何なのよ。ああ、大姑様のことですか。引っ越してきたら見知らぬばあさんが住んでるんだもん。驚いて腰が抜けるかと思ったわよ。こんなの聞いてない。全部よこせとおっしゃったじゃないですか。だから泣く泣くお別れしたのに。さっさと引き取りに来なさい。夫のおばあちゃんですよ、大事にしなくていいんですか。リュウジもほなみに見てもらえって言ってるの。あなたこのばあさんと仲良しなんでしょ。まあ義母が他界してから私がお世話してきましたし、話も合うし優しいし大好きですよ。じゃあ願ったりかなったりじゃない。でもリュウジの祖母なのに私が一緒に暮らしていいんですかね。狭いアパート暮らしで年寄りが増えたら迷惑なのはわかるわ。でもこのばあさんがあんたの名前しか呼ばないの。昨日だって私が作った食事には口もつけないんだから。何作ったんですか。和食よ、ひじきに魚に味噌汁。あーのんのん、ダメですね。は？ばあちゃんは洋食派なんです。パスタとかステーキとかグラタンが大好きなんで。めんどくさい年寄りね、ますます引き取ってほしいわ。ああ喜んで。じゃあ今から連れていくわ。いいえいいえ、そんな奥様の手を煩わせるわけにはいきませんので、私がお迎えに上がります。あらそう、あなたのボロアパートでも見て優越感に浸りたかったけど、まあいいわ。うちの家なんて見ても何の得にもなりませんから。そうよね、隙間風とか吹いてない。毛布くらいなら恵んであげてもよくてよ。大丈夫です、いっぱいあるので。見え張っちゃって。それより炊飯器の使い心地はどうですか。最高よ、あれ最新のいいやつよね。お米が立ってるわ。いいなあ、私も買おうかな。貧しい母子家庭のあんたに買えるわけがないでしょ。鍋で炊きなさい。ですね、おばちゃんは2時間くらいで迎えに行きます。荷物は後で送ってくれて構いませんので。はいはい、頼んだわね。お前出た、キングボンビー。ばあさんを今すぐ返せ。おばあちゃんは物じゃないんですよ。そんなに行ったり来たりさせないでください。もう90歳なんだから。今すぐに連れてこい。おばあちゃんが二度と戻るかバーかお尻ペンペンって言ってます。あんた知ってたわね。え、何をです。この家がそのばあさんのだってことよ。あー、そう言われれば確かにそうでしたね。ばあさんを手なずけて最終的には豪邸を自分のものにしようっていう魂胆だったのね。すっかり騙されたわ。そんなわけないじゃないですか。あのばあさんはね、この家を他人に売ったのよ。ああ、そういえばこないだ弁護士さん呼んでました。その話だったんですね。今月中に立ち退かなくちゃならないのよ。炊飯器は忘れず持ってってくださいよ。新品のいいやつなんですから。今炊飯器の心配してる場合？ぶっちゃけ一番気になるのは炊飯器ですね。やっぱり同じやつ買おうかな。
あんた自分が貧しくなったからばあさんに家を売らせてお金せしめようとしてるんでしょう。そのために引き取ったんでしょう。悪女しろ。なんか勘違いしてるみたいなんですけど、私貧しくはないんですよね。嘘つくな。家を追い出されたシングルマザーが貧しくないわけがないでしょ。私これでも一応画家なんです。画家？そこそこいいお値段で買ってもらえてるんですよ。え、ちょっと待って、あんたの絵1枚いくらなの？今どれくらいだろう。大きさにもよるんですけど300万とかですかね。300万？あ、はい、おかげさまで。この家にそんな形跡なかったけど。アトリエは別に借りてたんで、あと自分の絵は飾らない主義なんです。あんたそんなに稼いでたのに財産分与してないよね。ちゃんと炊飯器分与したでしょ。あんだけで済むと思うな。金持ちってんなら分与しなさい。私たち追い出されて行くところないのよ。ですから分与できないんですよ。画家業の方は法人化してて私の個人資産じゃないので。え、私の個人資産はあの炊飯器だけだったんです。愛しの炊飯器じゃん。分与なし？うんですね。じゃああれを待つしかないわね。この豪邸を売ったとしたら相当な金をばあさんは持ってるはずよ。いずれリュウジが相続するんだから、それまで耐え忍べば。全額寄付したそうですよ。え、おばあちゃん、お金とご飯は残さないが口癖なんです。あなたが奪わなくても近々売る予定だったと思いますけど。ふざけやがって。私には何も残らないじゃないのよ、この詐欺師が。預貯金いくらかあるでしょ。分与しろ分与。だから何度言えばわかるんだよ。炊飯器くれてやっただろうが。分与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 ってうっせえ女だな。はい、てめえの都合であれよこせこれ返すとかいい加減にしろよ。人物みたいに扱いやがって。だってこんなはずじゃなかったんだもん。人の旦那奪っといてさらに豪邸に炊飯器だ。お前みたいな人間はボンビラス製に飛ばしてやるぞ。どこなのよそれ。ねえ、お願いだから引っ越し費用貸してよ。なんで私に頼めんだよ。頭ん中あの炊飯器で炊いた炊きたてご飯でも詰まってんのか。おら、だって頼める人なんかいないんだもの。お前大事なこと一つ忘れてっからな。なんでしょうか。浮気の慰謝料だよ。ああ、堂々と略奪宣言した割には間抜けだな。だってこんな家に住める男はお金持ちだと思うじゃない。いくらでも請求すればいいと思ってたんです。まさかおばあ様の家だなんて。人当てにして人を貶めて、お前に残ったもんはポンコツ亭主だけかよ。そんな、言っておくがその男は浮気癖がひどく金遣いは荒い。お前よりクズだ。嘘、私よりクズなんて相当じゃない。お似合いだよ。どうか私に一枚絵を恵んでください。最初に聞いたよな、私の描いた絵いるかって。はっきりいらないと言ったよな。あん時いるって言えば炊飯器と一緒にくれてやったのに。なんてこと、私がバカでした、すみませんでした。はぁ、あ、すっきりした。え、やっぱり最後は切れとかないと。じゃあ絵はやっぱりいただけるんですか先生。やるわけないだろう、ボーケ。先生、私にどうか落書きでもいいのでお目が見ください。その後、翔子と龍二は家を立ち退き、小さなアパートで暮らし始めたそうですが、龍二の浮気が絶えずすぐに離婚。翔子は居酒屋の厨房で皿洗いのバイトをしているそうです。こんなことになるなら略奪なんかしなきゃよかったって後悔してることでしょうね。まあ私は私でどうせ別れる気だったし、略奪ラインで楽しませてもらったので落ち込んだりはしてません。炊飯器だけは悔しいので同じやつ買いました。やっぱりいい炊飯器は違いますね。洋食派のおばあちゃんも喜んで白米を食べてくれています。私と息子とおばあちゃんはアトリエ兼事務所として使っていた 6LDK くらいの一軒家に住んでいます。絵を描きながら二人のお世話もできるのですんごくいい感じです。炊飯器を奪われた憎しみをぶつけて描いたライスという絵が賞を取り高く売れました。この点だけは翔子に感謝しなければ。ババア他界したんでしょ。早く私の分の遺産よこして。7年間もどこにいたの。何度も連絡してたのに。
無駄話してる暇はないの。早く財産渡しなさいよ。お金なんてないよ。は？独り占めするつもりでしょ。そんなんじゃないよ。手術や介護にお金がかかったの。あのババアいっぱい溜め込んでたじゃん。そのお金は7年前に楓が全部持ってったでしょ。たかが2000万円だけよ。あんなのすぐになくなっちゃったし。いやいや、2000万円って大金だよ。あの後いろいろと大変だったんだから。そりゃあんたの婚約者と妹が一緒に駆け落ちだもんね。めっちゃ笑いもんだったでしょ。謝罪の言葉もないのね。なんで謝罪しなきゃなんないの。あんたに魅力がなかっただけでしょ。何も結婚式当日に私の婚約者と消えることないじゃない。昔のこといちいちうるさいな。モテない女はこれだから。もう7年も経ってるし別に怒ってるわけじゃないけど。仲良くしてるの。は？別れたに決まってるじゃん。え、そうなんだ。あの男お金持ちだと思ったのに全然持ってないんだもん。もしかして彼のお金目当てで私の婚約者取ったの？逆にそれ以外に何かあんの？イケメンでもなかったしさ。ひどすぎるよ。楓のためならって思って何年もかかって必死に諦めたのに。男取られたくなかったら女磨きな。私と顔が同じでもあんたは幸薄そうなんだよ。たった一人の姉にそんな言い方しなくてもいいじゃない。とにかくお金はないから。ふーん、ま、調べさせてもらうけどね。本当なのに嘘なんかついてないよ。私の名前はさくら、29歳です。私には一卵性の同じ顔をした楓という妹がいます。楓は小さい頃からいつも私のものを欲しがってばかりな上に素行が悪くわがまま放題でした。私の彼氏を横取りするなんてことは当たり前で、ついに私の婚約者と駆け落ち。そのショックで父が倒れ、昨年他界し、先日母も父の元へと旅立ってしまい、私は一人ぼっちになってしまいました。入院や介護には相当なお金がかかったため、我が家には財産と呼べるようなものは何一つなかったのですが、楓は財産をよこせと執拗に迫ってきました。そんな非道な妹がこの後さらに信じられないことをしでかしたのです。家に来た？ねえ楓、ねえって電話に出てよ。うるさいな。何なの？通帳とか実印とか保険証とか大切なものがタンスから消えてて、楓が持ってったんでしょ？うん、それ私。登記簿とかの大事な書類の隠し場所が母親と一緒とか、あんたアホすぎでしょ。ついでに鍵も同じ場所に隠してあったし。何のために持ってったのよ。とにかくすぐに返して。その家売るのに使った。は？どういうことよ。あんな立派な財産あったじゃん。建物は古いけど立地がいいから結構高くで売れそうだよ。何言ってるの？もう2週間も前だけどね。気づくの遅くない？ちょっと待てよ。頭がついてかないよ。財産ないとか言って嘘つくからこうなるんだよ。あの家は私の名義よ。お父さんが体壊したから名義を私に変えて、固定資産税も何もかも私が払ってたの。でって勝手に人のものを売るなんて犯罪よ。認められるわけないわ。いや、認められるね。それに犯罪にもなんない。あんたが売ったことになってるから。は？どういう意味？私ら一卵性だよ。この顔と実印、それとあんたの身分証で印鑑証明も取れたしね。なんてことすんの？私の通帳は？今すぐ返して。返してあげよっか。もう空っぽだけど。嘘でしょ。必死にコツコツ貯めたお金なのに。300万もなかったじゃん。貧乏人は大げさだな。売却手続き取り消してくるわ。誰に言ったのよ。友達なんだけど、口約束で売るって言っちゃったし無理。もう書類とかできちゃってるし、来週内覧だから早く出てってね。嘘でしょ。どうにかしてよ。売りたいって言ったり返せって言ったり、頭おかしい女だと思われるよ。お母さんのために仕事も辞めたし、お金もないし、なのにこの家まで売ってどうやって生きてけっていうの？だから知らないって。男でも見つければ？は、無理か。サーチウス女にはたった二人の家族なのに、どうしてそんなひどいことするの？あんたが嫌いだから。なんでよ。私が何かしたの？別に、私は私しか好きじゃないし。最低の人間ね。褒め言葉じゃん。とりあえず早く出ていきなよね。3万円の安アパートの住み心地はどうですか？いきなり家もお金も失って相当困ったんだけど、前の職場の部長に相談したら復職させてもらったし、なんとかやってるよ。仕事戻れたんだ。これで食べてくるじゃん。
心配してたって感じじゃないね。本当に私のことなんかどうでもいいんだ。当たり前じゃん。いっそ孤独に黄泉でも行けばよかったのに。孤独に黄泉に行くのはそっちじゃない。散々悪さしてたんでしょ。は？何のこと？桜だっけ？意味わかんない。しらばっくれても無駄よ。あんたのインスタのアカウントよ。よくも私の名前語ってくれたわね。だったら何なのよ。私の名前で男性からお金騙し取ってたんでしょ。何のことよ。証拠でもあんの？ないよね。私がやったって証明できるわけ？マジウケるわ。本当の私のインスタに被害男性からメッセージが届いたのよ。ほら、やっぱあんただと思われてんじゃん。お金返せ、だって。頑張って払ってね。何言ってるの？あんたが返すのよ。だから、あんたの名前だって言ってんでしょ。私は関係ない。警察が調べるのが名前と顔だけだと本気で思ってんの？なんで警察が出てくんのよ。被害者の方に出会って話を聞いたの。ついでにあんたの情報を教えといた。え？理解力つけなさいよ。被害届が出されてるのよ。あんたに対してね。あんたの名前使ったのに？どうしてそうなるの？バカね。名前なんて簡単に語れるわよ。どんなに素性を隠したってそれで罪を重ねてるとしたら警察の対応も変わってくるでしょ。意味わかんないんだけど。あんたは逮捕されるのよ。別にお金盗んだわけじゃないし、なんで逮捕されるわけ？あんたがしたことは結婚詐欺よ。立派な犯罪なの。はぁ？詐欺とか大げさでしょ。結婚するって言って男の人にいかなり高価な婚約指輪を買わせてそのまま消えたらしいじゃない。そうだよ。あっちが買ってくれたんだから詐欺とか言われても意味わかんない。しかも同じ時期に同じ手口で5人の男性に指輪もらってたんでしょ。まあね、私ってモテるからさ、結婚するって言ったらすぐ何でも買ってくれちゃうの。で、指輪は翌日には買った店舗で返品してたと。頭いいでしょ。荒稼ぎさせてもらったわ。バカなの。それが犯罪だって言うのよ。だとしたら私じゃなくてあんただって言えばいいことだし。私がその時どこで何してたか調べればすぐにわかるわよ。そんな話通るわけないでしょ。え？そんなことまで調べられるの？ほんとアホね。被害届が出てるんだから調べるでしょ。そんな、そうだ。じゃああんたがやったってことにしてよ。はぁ、とことん頭おかしいわね。嫌に決まってるでしょ。そんなこと言わずに姉妹でしょ。悪いけど私も被害届出したから。は？なんで？窃盗と横領罪。は？窃盗と何？読めない。横領。他人の家を自分のものかのように勝手に売却することよ。え、家のこと？そう。通帳を盗んだのは窃盗だし、家の売却は横領ね。それに私のふりしたんだから詐欺罪も該当するわよ。ちょっと待てよ。通帳は返すつもりだったし、家は財産分与のつもりでもらっただけよ。あんたのとんでも思考が通用するわけないでしょ。家は私の名義なんだから財産分与に関係ないのよ。そんな、お金返すから、だから被害届取り下げてよ。いやよ、あんたにはもううんざり。それに家の売却は却下されるはずだから私の元に戻ってくるしね。ちょっと男騙せばお金なんてすぐに稼げるから、だからお願い。忘れてない？その男性たちにも訴えられてるのよ。どうしよう。頑張って稼いで返しなさいよ。仕事なんてしたことないのにそんなことできるわけないじゃん。なら刑務所で孤独に過ごして。まあ今更お金払ったからって許されるわけないと思うけどね。なんであんたがそんなに詳しいのよ。弁護士に聞いたのよ。家を出て途方に暮れてた時にね。だから確実な情報よ。あんたは確実に逮捕。逮捕って、そんな、ごめんなさい。今まで私が悪かったわ。素直になれなかっただけなの。あんたは誰より自分に素直に生きてきたと思うよ。本当は仲良くしたかっただけなの。そうだとしても知らないわ。残念だけどこれでさよならよ。残念じゃないけど。お姉ちゃん、お願い許して。お姉ちゃんなんて呼ばないでよ。あんたなんか家族じゃないわ。何でもしますから。それじゃ、お元気で。ねえ、ちょっと、さくら、話を聞いて。さくら！楓はその後警察に捕まり、たくさんの余罪が出てきました。はじめは全ての罪を私のせいにしていたそうですが、証拠がわんさかあったせいで、その主張は通らず、泣く泣く罪を認めたようです。否認していたことで反省してないと判断されたので、しばらくは刑務所で寂しく孤独に過ごすしかなさそうですね。
私はというと、あの日メッセージをくれた楓の結婚詐欺に遭った男性と現在はお茶飲み仲間になっています。楓という共通の話題があることで、お互い嫌な思い出を笑い話にできました。たった一人の妹を訴えるのはとても勇気がいることでしたが、因果応報とはこのことだと実感しました。良い行いをして生きていきたいです。あんたのせいで私の仕事が倍の倍の倍になったじゃない。どうしてくれんのよ。ごめん、急に休んで。今朝から吐き気が止まらないの。眠気とだるさすごくて。え？それ妊婦さんがよく言ってるやつだよね。もしかして妊娠してんじゃないの？それはないと思うけど。そうだよね。彼氏いない歴42年のあんたが妊娠するわけないか。彼氏はいるよ。あれ、そういえば先月からないかも。一応妊娠してみようかな。え？何それ、ブラックジョーク？いや、ちょっと心当たりあるの。マジで言ってんの？ウケるんだけど。何がおかしいのよ。だって42で妊娠ってありえないでしょ。彼氏ってどうせバーチャルか何かじゃないの？私結婚願望ないし、いつ彼氏と別れるかわからないから言わなかったけど、3年前から付き合ってる人がいるの。あんたみたいなのと付き合うとこ行ったんだ、びっくり。あ、わかった、奥さんいる人なのか。なんで最大者限定なのよ、シングルだよ。それで妊娠してたらどうするわけ？笑ってる意味がわからないけど、産もうかなって思い始めてる。笑ってるの分かりやすいように書いただけ。あんたの歳でウイザンってどんだけ大変か分かってんの？多分すごく大変だよね。まだ妊娠してるかどうかわからないけど、授かったんだったら産む。結婚しないならシングルマザーになるってこと？それは彼氏次第だね。やめときなよ、妊娠してるって言ったらドン引きされるよ。なんで？あんた自分の歳考えないよ。彼氏いくつか知らないけど、あんたの歳で妊娠するなんて男は思ってないよ。そうかな。もし話して否定されたら一人で育てるからいい。落ち着いてもう一度よく考えよ。あんたの歳で本当に妊娠するか？それは私も正直どうだろうと思ってる。とりあえず松木を行って妊娠キット買ってくる。相変わらず思い立ったら即行動するんだ。顔隠して行った方がいいよ。なんで顔隠す必要があるのよ。あんたの歳でそんなもの買ったら笑われるでしょ。どうして笑うのよ。その歳でイチャラブしてたなんて想像されたらやばいって。そうなの？同じ歳の私がキモいって思うんだから、他の人はもっと思うよ。ひどいこと言うわね。母親になるのに年齢制限ないでしょ。それにまだ妊娠してるかわからないし、その歳で産む気になってることがツボ。もしかすると更年期かもよ。嫌な言い方しないで、好きなだけ笑ってなさい。気分悪いけど頑張って松木を行ってくるわ。妊娠してるわけないけどね。思い込み激しくて気の毒。彼氏にも捨てられないといいね。本当に失礼だよ。おお、怖い。私にそんなこと言える立場？あんたが休んだせいで今日は残業決定になったんだから、この借りは返してもらうよ。私はのぞみ、42歳。この年になるまで恋焦がれるような恋愛とはあまり縁がなく、彼氏はいても結婚願望がないので、いつも気がつくと自然消滅してました。3年前から付き合ってる彼氏は社内の人で一緒にいて、楽しいので長く続いています。いろいろ詮索されるのが嫌なので、社内では秘密の関係を保持。ミナは同僚で同い年。普段から悪口が大好きで、仕事中はずっと文句ばかり聞かされるのでうんざりです。妊娠をしたら見事に陽性。不安な気持ちより嬉しさが込み上げてきて、自分でも戸惑っています。せっかく授かった大切なベビーちゃんを守りたいという気持ちが強くなり、思い切ってテレワークが可能な会社に転職しました。そんな矢先にミナからとんでもない LINE が来たのです。恒例妊婦ライフはいかが？後悔してるなら今のうちだよ。何を後悔するの？今のうちって何？やっぱりつわりつらくて無理とか、産むのやめようかなって思ってるでしょう。思ってないけど。あんなに仕事好きだったのにどうしちゃったわけ？職場変えただけよ。テレワークで仕事してる。そうなの？会社辞めたからてっきり家でゆっくりしてるんだと思ってた。転職したのなんで言わないのよ。あなたに言う必要がないから。なんだそれ。テレワークだけで生活していけるの？うん、意外とお給料もいいし、福利厚生もしっかりしてるのよ。なんだつまんない。何期待してたわけ？別に。子供に振り回されるちっぽけな人生を送るんだ。そんな風に思ってたの？私は人生が豊かになったと思ってるよ。生まれてきたらしてあげたいことたくさんあるし。だってさ、つわりって二日酔いと一緒だって言うじゃん。気持ち悪いの我慢してるのって最悪じゃない？
確かにそれは辛いけど、ベビーちゃんのためなら何でもできる。くだらない。いつからそんな面白みのない女になったんだろ。あ、そっか、妊娠してからか。何？嫌味言うために LINE してきたの？他に用がないならもういいかな。あ、待って、伝えたいことあって連絡したの。何？私、結婚することになったんだよ。人事の佐藤くんと。え、佐藤くん？その報告しようと思ってさ。佐藤くんは私と結婚する予定だけど。その話はもうなくなった。最近連絡来てないでしょ。まさか。変な冗談よしてよ。ジョークじゃないけど、いつから LINE してない？2週間前に LINE したきり、忙しいのかと思ってた。ちょうどその頃に会社の食事会があって、佐藤くんに結婚したら望みの尻に敷かれて自由奪われちゃうね、育児も大変そう、夜泣きすごいらしいよって言ったらすごいビビってたんだよね。なんでそんなこと言ったのよ。あんたから佐藤くん奪うために決まってんじゃん。狙ってたってこと？そうだよ。そしたらまんまと騙されて、俺そんな生活絶対嫌だ、どうしたらいいって聞かれたから、私と結婚したら諦めるんじゃないって提案しただけ。卑怯だわ。でもその話に乗ってきたのは佐藤くんだから、こんなうまくいくと思わなかったよ。棚ぼたでびっくり。汚い手使うのね、最低。私がどんな手使おうが勝手でしょ。佐藤くん自分ではあんたに言えないから私に話してくれって頼んできたの。それであんたに LINE したわけ。本当に？本当に佐藤くんはあなたに連絡しろって言ったの？マジだよ。あんた気づいてないみたいだけど、もうブロックされてるから確認してみなよ。そんなはずないわよ。いいわ、連絡してみる。どう？連絡取れたかな？ LINE ずっと未読のまま、電話も通じない。これで分かったでしょ、あんたは捨てられたのよ。気分悪くなってきた。あれ、つわりひどくなっちゃった？ごめん、ちょっとショックが大きすぎて何も考えられない。ウケる。結婚式の招待状送るから絶対来なさいよ。それはやめようよ、さすがに無理だって。あんたの気持ちなんてどうだっていいんだよ。私がちゃんとお祝いしてほしいの。招待状送るから楽しみにしてなさいよ。あなたって残酷ね。この先どうしよう。あんたの男とって大満足。悔しがってる感じたまんないね。シングルマザー決定おめでとう。返事する気にもなれない。あらあら、かわいそう。遊ばれただけの女って惨めね。結婚式の招待状届いた？届いたけど予定日近いから行けない。違うでしょ、悔しくて出席できないだけよね。別にどうも思ってないよ。幸せそうね。もちろん、人生バラ色よ。何もかもが華やいで見える。何よりだわね。負け惜しみ？痛々しいけど。そんなことないよ。私はベビーちゃんがいるだけで幸せ。ちょっと待ってて、今すっごい痛くて陣痛来てるのよ。病院と親に電話してくる。もう少ししたら親が迎えに来るから病院行ってくる。マジで産むんだ、ウケる。私が知ってる中で最も高齢だけど。そう、何とでも言って。病院の先生もドン引きだね。そんなことないよ。いくつからでも母親になれるし、このように生を受けることは素晴らしいことだって言ってくれたの。はいはい、そうですか。そこのスタッフ43歳でウイザーの人がいたの。大変だったけど産んでよかった、いつでも力になりますよって言ってくれたの。あっそ、ずいぶん親切だね。でもさ、父親のいない子産んでどうするわけ？そりゃ両親揃ってる方がいいだろうけど、それだけが全てじゃないよ。どういう意味？要は愛情の問題だと思うの。私が父親の分も愛情を注げばいいだけ。綺麗事にしか聞こえないけど。そう？あなたには理解できないわよね。私には絶対無理だわ。佐藤君とはうまくいってるの？彼を支えるの大変そうだけど大丈夫？それどういう意味？彼仕事辞めてラーメン屋さんオープンするらしいじゃない。準備は順調？うん、そうなの。先月私と一緒に退職したのよ。ラーメン屋って当たると年商1億超えるんだよ。取材とかいっぱい来たらどうしよう。私全力で応援しちゃう。本当に？あれで成功すると思ってる？どういう意味？彼のラーメン食べてないの？すっごいまずいのよ。しかもチャーハンがまた最悪。味はしないし、ペチャっとしてて油っぽくて食べれたもんじゃないわよ。そんなことあるわけないでしょ。もうテナントも借りたのよ。後戻りできないんだ。この先大変かも。頑張ってね。やだ、変な嘘やめてよ。そうだ、夕べ作ってくれたチャーハン冷蔵庫にあるから食べてみる。嘘だったら許せないからね。
どうだった？これは驚くほどまずい。どうやったら止められるのかな。退職金も全部つぎ込んだのよ。潰れるまで無理じゃない？本気で痛い。今のは陣痛？それともやばいよって意味？両方。親が迎えに来てくれたからこのまま病院行くね。じゃあお幸せに。え？待ってよ。私の貯金もつぎ込んだのよ。結婚式してる場合じゃないわ。まずいじゃん。借金まみれになる前に諦めてくれるといいね。でも頑固だからどうかな。産んでからでもいいから力を貸してよ。ラーメンやるのやめてって一緒に説得して。嫌です。そんな筋合いありません。しかもさ、私の高齢出産笑って彼奪ったのも絶対に忘れないから。後悔してます。申し訳なかった。何を言っても無駄です。あと佐藤君にも結婚破談になった慰謝料しっかり払ってもらうからって伝えといて。今頃請求って何よ。そんなお金ないと思うよ。全部いっぺんに請求したかったの。いっぺんって何？子供認知してもらうのと養育費の請求。 DNA 鑑定終わったらすぐ弁護士に連絡させるから。認知に養育費までってそんなこと考えてたの？マジでやめてよ。それでなくても大変なのに。佐藤君には親としてきちんと責任取っていただきます。逃げても無駄だし、どんなに頼んでも1円も負けないからって伝えといて。子供のためなら何だってするわよ。なんか強くなったね。その年で出産して親になるなんてあなたはすごい。尊敬してる。だから勘弁して。取ってつけたようなこと言わないでよ。今さら遅いから。のぞみ、お願いだからラーメン屋やめてくれるようにあなたからも頼んで。頼みます。この通り。時すでに遅しだね。諦めなさい。それより仕事探した方がいいかも。そうだった。これからどうすればいいの？知らないわよ。私今それどころじゃないし。ああもうどうしよう。本当に本当に申し訳ありませんでした。ミナは佐藤君を説得しきれず、結婚した後ラーメン屋を始めたのですが、これが想像通りの大不評。開店して3ヶ月で潰れてしまいました。このことがきっかけでミナと佐藤君は喧嘩が絶えず、こちらも4ヶ月でスピード離婚。貯金も全部使い果たしてしまったため、新しい職場を探すためにハローワークに通っていますが、なかなか希望の職種にはつけず、ティッシュ配りや清掃業などのバイトで食いつないでいるそうです。私は25時間かけて愛しい息子を産みました。慰謝料や子供の認知、さらには養育費を拒否してきたため DNA 鑑定し正当に請求する予定です。産後は実家の両親が子育てを手伝ってくれています。すくすく育ってね。ママはあなたのためなら全力で頑張るよ。あれじゃダメだわ。報酬半分な。次は頑張れ。え、どこが？修正が必要ならやるぞ。全体的になんていうかレベルが低いんだよな。前に制作したサイトの評判がいいってお前から依頼してきたんだろ。そんなこと言ったか？前回も値引きされたのにどういうことだよ。広告業界は厳しいんだよ。会社辞めて独立したお前は気楽でいいよな。うちの会社も大変でさ、わかるよな。世話になった会社が厳しいなら仕方がないけど、支払いの時になって半額ってのはあんまりじゃないか。俺の顔を立てて勘弁してくれよ。同期だろ。俺もいろいろ支払いがあるし。お前の支払いなんかどうせ自分の生活費とかだろ。食費削れば何とでもなるって。今回は急ぎだって言うから他の人にも仕事をお願いしたんだよ。最下層のお前が人を雇う？お前よりさらに下がいるってことか？相変わらず口が悪いな。フリーランスはみんな助け合って仕事をしてるんだよ。フリーランスは最下層のミジンコだ。俺は会社に残って正解だわ。お前も会社を辞めないでいればミジンコは免れたのにな。それは事情があったから。もっともお前は社内にいた時もミジンコだったけどな。そんな言い方ってないだろ。ウェブデザイナーやプログラマーなんて営業の俺たちが渡さないと仕事なんかないだろ。それはそうだけど、独立なんて偉そうにしてもさ、結局企業の下請けだろ。別に偉そうになんかしてないって。母の介護で仕方なく仕事を辞めてフリーランスをしてるだけだよ。名刺には代表とか書いてるけどさ、仕事がなきゃ無職だよな。仕事を取るのは大変だけど、これでも少しずつ依頼も来ているんだ。嘘つけ。俺以外からの依頼なんかあるわけないだろ。確かにお前からの仕事がメインにはなっているけど。だから俺に盾つくと今後の仕事がなくなるぞ。
来月も仕事やるからありがたく思うよ。来月も、ああ、わかった。今度はあんまり無茶な納期はやめてくれよ。今度は大丈夫。お前は独立した優秀なウェブデザイナーなんだろ。で、ギャラは？そのあたりは今度飲みながらしよう。ふみかちゃんも連れてこいよ。彼女も同じ会社だからね。ふみかも一緒に飲みながら仕事の話？彼女は経理だから関係ないだろ。俺とお前の仲なんだから堅苦しくする必要はないだろ。それにふみかちゃん可愛いよな。わかった。でもふみかは俺と付き合っているんだから手を出すなよ。それはふみかちゃんが決めること。じゃあ時間と場所は後で連絡する。俺がおごってやるよ。俺の名前はまさき、36歳のウェブデザイナーです。少し前までは広告会社に勤務して仕事をしていました。ですが1年前に母の介護が必要になり退職、仕方なくフリーランスとして仕事を始めました。もともと気が弱く、社内で出世など望めそうもなかった俺にとってはフリーランスという働き方は性に合っているようです。でも開始当時はなかなか仕事が取れずにいて、それを知った元上司が仕事を回してくれたのでようやく安定してきました。仕事が軌道に乗ったら今付き合っているフミカにプロポーズもするつもりでした。ところが半年前から同期だった営業の工事が俺を担当するように。それ以来無理な納期や単価の引き下げなどを平気でしてくるので困っています。何度か文句も言っているのですが、工事は口が立ち、営業成績トップクラス。気が弱い俺は情けないことにいつも丸め込まれてしまいます。おかげで収入が安定せず、このままではフミカと結婚することも永久にできそうにありません。そしてその工事が俺を見下してさらにとんでもないことをやりだしたのです。フミカちゃん、俺がもらう。は？何言ってんだ。彼女、俺に気があるわ。この間一緒に飲んで以来 LINE でやり取りしてるんだよね。工事から LINE が来てるのは知っているけど、フミカちゃん、お前が気のどこで別れたいと言えなかったみたいだぞ。お前から切り出して別れてやれよ。俺たちはうまくいっているんだ。そう思っているのはお前だけ。収入が不安定なフリーランスより俺のような高収入と一緒になる方が幸せだよな。フミカはそんなこと言わないよ。お前甘すぎ、激甘。女は口に出すことが全てじゃないの。女心を分かってないね。フミカと話し合ってみるよ。優しいフミカちゃんが本音を言うわけないだろ。フミカちゃんを逃したらお前は一生独身だな。そんな。それとこの前の仕事できたか。は？だって締め切りは来週だろ。客先に今週中に納めますって言っちゃったんだよね。だから明後日までになんとかして。そんな無理だよ。寝ないでちゃっちゃとやればできるだろ。早めに進行しているけど、さすがに明後日は。またミジンコどもを雇ってさ、さっさと終わらせてくれ。出ないと客先に俺の顔が立たないだろ。締め切りを急に早めたりしないって約束しただろ。そうだっけ。いつ。仕事の打ち合わせでフミカも一緒に飲んだ時だよ。あれは打ち合わせじゃなくて飲み会ね。何言ってんだよ。あとさ、今回の仕事5000円ね。は？50万の約束だろ。約束？だから飲んだ時に約束したじゃないか。証拠は？俺はそんなこと言ってないぞ。証拠って工事が50万だって言ったじゃないか。何言ってんだよ。5000円だよ。お前の聞き間違いじゃないのか。特別に先払いしてやるから、明後日までに納品よろしくな。ちょっと待てよ、そんなの約束と違うだろ。いくらなんでもひどすぎるだろ。おい、今日中に納品しろって言ったよな。金は振り込んどいたんだぞ。どうなってんだ。約束が違う仕事をできるわけがないだろ。金は払ってるんだぞ。文句を言わずに納品しろよ。約束した金額は50万だ。それを当てにして外注さんにも仕事を依頼してるんだ。これじゃ大赤字だよ。50万って何のことだよ。そんな約束はしてない。最初から5000円での契約だろ。証拠はあるのか。そんなに安く引き受けるわけないだろ。50万で約束したんだ。俺はそんなこと一言も言ってない。メールや何か証拠が残ってるか。だって仕事の話を飲みながらしただろ。飲みながら仕事の話するわけないじゃん。まさか証拠を残さないために飲みに連れ出したのか。証拠がないのに無理だよな。口約束だって契約は成立するんだぞ。それなら裁判でもするか。
会社相手に裁判なんかしたらもう仕事はもらえないだろうな。うちの会社だけでなく他の会社からも干されるよな。お前汚いぞ。むしろ5000円を受け取っているのに納品しないなら訴えるぞ。そんな。さあどうする。最下層フリーランスはな、会社には逆らえないんだよ。でもさすがに今日中の納品は無理だよ。へえ、なら納期を伸ばしてやる代わりにふみかちゃんは俺のもの。え、ふみかちゃんと今夜はデート。そんなのはふみかが断るぞ。さあどうかな。ふみかちゃんから誘ってくれたんだぞ。そんな、ふみかに手を出さないでくれよ。おい、納期伸ばしてやったのにいつになったら納品するんだ。締め切りは明日だろ。明日中には納品するよ。それともふみかちゃん俺に取られたショックで仕事が手につかないとか。気の毒にな。そんなんじゃない、途中変更が出た分時間がかかっただけだ。そんな強がらなくてもいいんだぞ。ふみかちゃんやっぱりいいわ、超絶俺好み。いい加減にしろよ。仕事ができてかっこいい人が好きって言ってくれたんだぜ。そんなのお世辞に決まってるだろ。負け犬はいい加減に諦めな。負け犬はどっちかな。それより約束通り50万払えよな。はあ、約束は5000円、すでに支払い済み。威張っていられるのも時間の問題だぞ。お前何ほざいてんだ。自分の立場わきまえた方がいいぞ。自分の立場を十分わきまえているけど。はあ、お前はな、俺から仕事をもらう最下層外中フリーランス、単細胞のミジンコなの。ミジンコって言うけどさ、細胞がないと生物は成り立たないんだよ。お前さ、俺たちから外注費のピンハネしてるだろ。何妄想語っちゃってんの。とうとうおかしくなりました。おかしいのはお前だよ。先週フミカと飲んだ時に酔っ払って全部ペラペラと喋っただろ。何のことだ、どこに証拠がある。その時の会話を全部録音したからな。え、フミカ相手に散々自慢話をしてピンハネの手口とか全部喋ってくれたよな。助かったよ。嘘だろ、フミカちゃんは俺の話を真剣に聞いてくれたぞ。そりゃ証拠集めるためにどんなにくだらない話でも真剣に聞くさ。フミカが本気でお前に惚れてるとか何妄想語っちゃってんの。そんな、経理のフミカ、前からお前の伝票がおかしいと感づいていたんだよ。それで俺がお前から金額を下げられたことを聞いて確信したんだ。だから少し前から調べ始めていたんだよ。彼女から飲みに誘ってくれたじゃないか。それは単なる証拠集め。お前と差しで飲むくらいなら裸デバネズミと酒を飲む方が100倍マシって言ってたぞ。そんな、彼女が俺を騙すなんて。お前さ、女子社員に嫌われてるって気がついてるか。は、俺は営業成績トップクラスだぞ。女子社員はみんな俺にメロメロなんだ。その割には俺よりモテなかったよな。強引で自家中なところが嫌だって彼女たちからドン引きされてるっていい加減に気がつけよ。お前、ふみかちゃんがいるからっていい気になるなよ。あんなクソブス、どうってことないわ。それにお前、俺にさっきから偉そうだけど、これからの仕事なくなってもいいのか。あのさ、話聞いてるか。お前の不正の証拠は全部揃いました。ついでにお前の担当する他の外注にも連絡取ったよ。そうしたら同じようにピンハネしてたんだな。いくら欲しい。は、黙っててくれたら金あるぞ。フミカもお前にくれてやるさ。フミカは最初から俺と付き合ってるんだよ。これまで支払われなかった分は外注全員分まとめて会社に請求書を送ったからな。ちょっと待てよ、そんなことされたら困るんだよ。金は払うからなかったことにしてくれよ。もう無理だよ。今頃はお前の不正の証拠が経理からも上がっている頃だぞ。余計なことしやがって。弁護士立てて訴えたっていいんだけどさ、会社には世話になってるし、これはお前一人がやったことだから会社を訴えるのはやめてやるよ。俺はな、営業成績トップなんだぞ。お前みたいなミジンコたちがいくら騒いだって会社は俺を守るんだ。どうかな、俺たちはミジンコだとしても独立して生きていけるからな。会社に寄生してきたお前はこれから生きていけるのかな。うるせえ、黙れ。負け犬の遠吠えが聞こえてきたぞ。やばい、人事から呼び出しが来た。負け犬らしくお手でもしてこいよ。今クビになったらまずいんだよ、ローンがかなりあるんだよ。なあ、助けてくれよ。一生独身はお前の方だったな。
おまけに無職か。これから頑張れよ。まさき、悪かった。俺たち同期だろ。助けてくれよ。これまでの不正がすべて明るみに出た工事は懲戒解雇となりました。会社からは使い込んだ分と賠償金を請求され1500万以上になったようです。俺や他の外注には支払われていなかった分の金額が支払われ、さらに仕事は口約束ではなく契約書を交わしてもらえるようになりました。これで安心して仕事をすることができます。工事が懲戒免職されたことは業界内に広まり、転職先も見つからない様子。賠償金以外にも調子に乗って買い込んだ高級車やブランドローンがかなりあるようで、仕方なく警備や清掃、コンビニバイトといくつもの仕事を掛け持ちしてなんとか生活をしているようです。俺はもうすぐフミカと交際2年になります。この機会にプロポーズをしようと思っています。でもどんな言葉を言ったらいいのか、よかったら俺に教えてもらえないでしょうか。クラブのままやめてくれない？子供作りたいし、やめたら結婚生活は贅沢させてあげるから。あら、コウジさん、クラブのママは私の天職なんですよ。それにやっとお店も軌道に乗ってきたところだから、やめるわけにはいかないわ。そんなのやだよ。チョコママがいろんなやつに愛想を振りまいているのを見たくないんだ。そんなこと言わないでコウジさん、わがままはダメよ。それより今日もお店にいらっしゃるんですか？行くよ、だってママに会いたいもんね。まあ嬉しいわ。私もコウジさんに会えるの楽しみです。ねえ、今日は18時半には仕事終わるから僕と同伴しよう。美味しいご飯食べに行こう。お寿司とかどう？お寿司いいですね。でも今日は酒屋さんがお店に来るのでちょっと無理かな。ちょっとだけでも無理？チョコママと一緒にいたいよ。寂しいんだもん、そんなわがまま言わないでね。そんなのやだよ。じゃあ19時までなら30分でもいい？30分じゃチョコママ酔えないよね。あら、お店の前に私を酔わせるつもりですか？だって酔ったチョコママって色っぽくて素敵なんだもん。そうですか？本当はさ、店の前に、あ、こんなこと言うとチョコママに嫌われちゃうね。コウジさん、ダメよ。そういうお店じゃないっていつも言ってるよね。いいじゃない、だって僕は常連なんだぞ。それでもダメだって、僕とチョコママは特別だもん。そうだ、この間の仕事契約うまくいったよ。おめでとうございます。よかったですね。僕頑張ったもんね。コウジさん、さすがですね。チョコママのおかげ。あら、私は何にも。ママのお店で接待すると必ずうまくいくんだよね。ありがとうございます。きっとお店の女の子たちも頑張ってくれているからですね。来週も取引先を連れてママのお店に行くからね。お待ちしていますね。でも本当はママを誰にも会わせたくないんだよ。僕だけのママにしたい。またわがまま言っちゃ嫌ですよ、コウジさん。今日は一緒に美味しいお寿司食べましょうね。それで勘弁ね。仕方ないな。今回はそれで許してあげるよ。その代わり次はアフターね。うちのお店はアフターはしていないんですよ。前にも言いましたよね。それは表向きでしょ。本当はそんなことないよね。ダメ。じゃあママのお家に行きたい。私の家？きっとママのお家素敵だよね。そこで二人きりで。ダメです。お願い、お店の常連だぞ。もう1年も通ってんだからいいじゃないか、ちょっとぐらいさ。だからダメ。ねえ、部屋に行っても何もしないから、チョコママの生まれたまんまの姿を見せてくれるだけでいい。ねね、いいよね。そんなこと言うとめだぞ。コウジ君のこと嫌いになっちゃうからね。やだやだ、嫌いにならないで。じゃあそういうこと言わない？わかった、ママに嫌われたくないから僕我慢するよ。お願いね。私はチョコ、クラブパピヨンのママをやっています。年齢は秘密。3年前にお店を任された雇われママですが、私なりに工夫をしてお客様がくつろげる空間と心からの接待をしてきた甲斐があり、今では多くの常連さんが来てくださるお店となりました。お仕事の接待のでもお店を利用してくださる方も多く、お客様にはとても感謝しております。ただ LINE のお相手コウジさんだけは別。お店で女の子たちがお客さんとして優しくしてあげてるだけなのに、自分に好意があると思い込んでいるようなのです。しょっちゅうお店に来ていただけるのはありがたいのですが、
しかもお支払いは大抵会社の経費で落とされていくのです。そしてここ最近は私が彼を好きだと勝手に思い込み、だんだんとしつこくなってきていて、正直困っているのです。そしてその後も浩二さんはさらにエスカレートしていったのです。数週間後。チョコママ、6月に予約したからね。何のことですか？セレブビラチャペルの鎮守の間だよ。一番広い部屋じゃないけど、40人は呼べるからいいよね。はい。やっぱり結婚式はジュンブライドだもんね。ウェディングドレス姿のチョコママ、素敵だろうな。結婚式って？一緒に式場を決めたかったかな。ごめんね。でもね、ゼゼシーで一番人気の式場だからいいかなって。いいかなって、よくない。そっか、和風が良かった。だったらそっちを探すよ。探さなくていいです。そう、じゃあセレブホテルで決まりね。いえ、そうじゃなくて、両家の顔合わせはいつがいい？うちのパパとママはいつでもいいって。パパとママ？ジョーコママの話をしたらもう大喜び。本当は水商売なんか許さないけど、チョコママがいいってさ。よかったね。でもさ、やっぱり結婚したらお店やめてよ。パパもママも嫁がそんな仕事してるなんてみっともないからダメだって。コージさん、子供もすぐに欲しいね。最初は女の子がいいな。チョコママにそっくりの可愛い子、それで次は男の子だね。やっぱり後取りは必要だからさ。コージさん、ちょっと。住むところは心配しなくていいからね。パパもママもすぐに同居しようって言ってくれたんだ。綺麗な部屋がいるだろうからリフォームもしてくれるってさ。コージさん、新婚旅行はどこがいい？僕はチョコママとハワイに行きたいな。水着姿見れるでしょ。でも行きたいところがあれば行ってね。新婚旅行で夢見ていた場所とかきっとあるよね。ちょっと待ってください。いつ私たちが結婚することになったんですか？するでしょ。そんな約束した覚えはありませんけど。ああ、そっか、指輪がまだだもんね。今夜お店に行った時にサプライズでエンゲージリングを渡すつもりだったんだ。つい嬉しくて先に全部話しちゃったよ。ごめんね。ごめんねじゃなくて、やっぱチョコママも女の子だもんね。大丈夫、今日チョコママの前でちゃんとひざまずいてプロポーズしてあげる。そうしたらチョコママは涙を流して喜ぶんだよ。いいね。もう何と言ったらいいか、言葉にもならないくらいに嬉しいんだろう。わかるよ、僕も最高にハッピーだもんね。私はコージさんと結婚なんかしませんよ。やだな、照れちゃって。大丈夫、チョコママのパパとママにも挨拶に行くしさ。明後日はどう？お店休みだもんね。ちょっと話を聞いてください。何？チョコママの希望は何でも聞いちゃうよ。ですから私とコージさんとの結婚は絶対にありえません。何言ってんの？あんたはただの客です。なんでこうなるんですか？何言ってんだよ。だって僕が行くと必ずチョコママが僕の席に来るじゃないか。僕が好きだからだろ。違います、他の女の子があなたの席に着くのを嫌がるからです。はい？すぐに女の子に触ろうとするじゃないですか。いくらうちの店はそういう店じゃないと言っても聞かないし、だから仕方なく私が接客をしているだけです。なんで、どうしてそんなことを言うの？僕が勝手に式場を決めたこと、そんなに嫌だった？そういう話以前のことです。あなたとは結婚しないってば。はぁ？なんだよ、それじゃ僕を騙してたのか？騙すも何も、勝手に暴走しただけですよね。もうパパとママに話したんだぞ。パパなんか親戚中に連絡してリフォームの契約までしたんだぞ。どうしてくれるんだよ。どうするも何も、自分で勝手にやったことですよね。結婚式場にだって手付金の30万も今日払ったのに。今すぐ取り消してください。こんなの絶対に許さないからな。結婚詐欺で訴えてやる。私は結婚詐欺なんかしていません。あなたの勘違いです。前に LINE で結婚の話を出しても否定しなかったじゃないか。それは冗談だと思っていたからです。否定をしなかったってことは承認したことだよな。今すぐ弁護士を探して慰謝料の請求をするからな。どうしてそうなるんですか？それにその店を潰してやる。え？会社でチョコママが結婚詐欺をしたとみんなに言いふらしてやる。ネットにも書き込んでやるからな。俺の会社で利用してるやつとかが多そうだし、きっと誰も店に来なくなるぞ。そんなことやめてください。俺は絶対にやる。何が何でも店は潰すぞ。そんな、ちょっと待ってください。コージさん、お願い、ちゃんと話を聞いて。1週間後。チョコママ、そろそろ謝る気になったかな？コージ、
会社中にママが僕にしたこと話しちゃったからね。会社で誰もママの店を使わなくなったでしょ。ネットでも炎上してるし、このままだとお店潰れちゃうよ。でもちゃんと僕に謝ってくれれば、またみんながお店に行くようにしてあげる。あの、謝りませんけど。またまた、チョーコママのそういう気の強いところも好きなんだよな。きっとチョーコママはそう言うと思った。そう思ったんなら、なんで連絡をしてくるんですか？気の強いチョーコママから謝ることできないだろうから、僕から会いに行ってあげる。今から行くね。今日は休日なので、お店はお休みです。店じゃないよ。チョーコママのお家。は？今ね、ママのマンションの前にいるよ。何言ってるんですか？私の家を知っているわけないでしょ。それが知ってるんだよね。ウーパーマンション、1203号室。どうしてそれを？調べるの大変だったんだよ。チョーコママの家を突き止めるために毎日お店の前で待ち伏せして後をつけてさ。嘘、気づかなかった。チョーコママにバレないように変装してたもんね。でもこのマンションのエントランスは勝手に入れませんから無駄です。え、もう他の人の後について入ったよ。もうすぐ家の前に着くからね。やめて、家に来ないで。そうはいかないよ。チョーコママに三つ指をついて謝ってもらわないと僕の気が済まないんだ。そうしたら結婚してあげるからね。あなたと結婚なんかしない。そんなの認めない。パパもママも僕の結婚式を楽しみにしているんだぞ。いい加減にして。何度言ったらわかるのよ、このクズ変態。未来の旦那様に向かってなんてことを言うんだ。お仕置きしちゃうぞ。いいのかな。さあ、家の前に着いたよ。ブザーを鳴らすのやめてください。チョーコ、ダーリンが君を待っているから玄関を開けて。さあ早く。ふざけんな、この変態クソ野郎。え、いつまでも調子に乗ってんじゃねえ。玄関を開けるわけないだろ。何、急にどうしちゃったの？チョコママ怖いよ。人がおとなしくしていれば調子に乗りやがって。せっかくこれまで猫かぶっていたのに剥がれ落ちたじゃないかよ。え、どういうこと？優しいチョコママはどこ？これが私の字だよ。元ヤンキー総長、カピバラのチョコ様だ。そんな、こんな怖い人、僕の大好きなチョコママじゃない。知るかそんなの。だいたい誰がお前なんかと結婚すると言った？言ってねえだろ。だって僕にいつも優しくしてくれたじゃないか。僕が好きだからでしょ。お前のような気色の悪いやつを好きなわけねえだろ。お前はただの客。こないだもそう言ったよな。そんな、私は店に来る客みんなに優しいんだよ。お前だけ特別扱いなんかしてないからな。じゃあ結婚は？するわけないだろ、このうすらとんかち。そんな、第一私は結婚してるんだよ。え、嘘だ。嘘じゃねえよ。だから結婚なんかできません。相手は誰なんだよ。私のダーリンはお前もよく知っているやつだ。僕が知っている人？お前の会社の正木社長だよ。え、クラブパピオンはダーリンがオーナーなんだよ。会社の接待とかにも使える良心的な場所が欲しいからって店を作って私に任せてくれているんだよ。そんな、だからあんたがいくら私の店の悪口を会社で言おうが無駄。会社はこの店を使い続けるんだよ。ネットでいくら炎上したっていつも来てくれているお客様は私を信じていてくれるしね。せっかくみんなが行かないようにしてチョコママを僕のものにしようと思ったのに。あのな、会社でそんなこと言いふらして逆に自分が白い目で見られていることに気がつかないのか。だってみんなかわいそうって言ってくれたよ。それはクビになりそうなお前をあれんでただけだろ。クビ？僕が？だってダーリンはあんたがやったことをすでに全部知っているからな。社長がそんな、クビなんて嫌だ。しかもクビだけで済ませてやろうとしてたのに家にまで押しかけてくるとはね。え、どういうこと？今日は休日でしょ。ダーリンも一緒なんだよね。え、社長いるの？さっきから私の隣で激おこぷんぷん丸。まずい。絶対に許さないって警察呼んじゃった。そんな、僕どうなるの？もうすぐ警察の人が来るからね。おとなしく捕まった方がいいよ。警察なんか嫌だ。不法侵入と営業妨害とあと脅迫とかになるのかな。ダーリンが敏腕弁護士頼んで浩二さんのことを絶対に檻にぶち込んでやるって。ごめんなさい、許してください。僕はただチョコママが好きだっただけなんだ。
私はあんたなんか大っ嫌い。檻に入ってきっちり反省しろ、このクソ親父。じゃあね。チョコママ、僕を嫌わないでよ。もう十分反省したから、ねえ、許して。後日談。コージさんは警察に捕まり、檻の中へ。ダーリンの宣言通り、敏腕弁護士がコージを当分檻から出られないようにしてくれました。さらに慰謝料の請求もしています。もちろん会社もクビ。檻の外に出られたとしても仕事を見つけるのは難しいでしょうね。ちゃんと慰謝料を払ってもらえるといいのですけど、私は万が一を考えて家も特定できないようにダーリンの提案で引っ越しをしました。これでもう一安心です。これからも大好きなダーリンのお仕事がうまくいくようにお店を頑張っていきますね。あなたもよろしかったらぜひクラブパピオンにお越しください。心を込めておもてなしをさせていただきますね。あなたのお越しを心よりお待ちしております。クラブパピオン、チョーコより。貧乏人の代名詞みたいな車に乗っているニーナさん。いきなり何ですか？私見ちゃったのよね。ニナさんが軽トラに乗ってるところ、もう笑いが止まらなかったわ。確かに乗ってましたけど、なんで笑うんですか？だってあんなアホ面さらして軽トラ乗ってるんだもん。ああ、それはホームセンターで DIY 用の資材を買うために旦那の軽トラを借りただけですよ。大きな荷物を積むことができるので利便性がいいんですよ。軽トラなんかホームセンターでも借りられるでしょ。自分で運転していく人なんて見たことないわよ。確かに借りることもできますけど、でも借りるのにもお金かかるじゃないですか。だから自分で運転していった方が早いかなと思いまして。その考えがもう貧乏人の考えなのよね。そうでしょうか。私は効率よく動きたい人なので。でも軽トラを使う仕事って何？もしかして旦那は底辺職なの？私の旦那は農家をしていますよ。出た、農家とか底辺の仕事じゃないのよ。よくそんな仕事できるわね。一生懸命頑張っているので、職業で人のことをバカにしないでくださいよ。別にバカにしているわけじゃないわよ。そんな底辺な仕事していてかわいそうだなって思っただけだよ。え、なんでですか？どうせ収入も少ないだろうからさ。だから軽トラが愛車になるんでしょ？いえ、車は他にもありますけど。そんなすぐバレる嘘つかなくていいのよ。嘘なんかついてないですよ。私は幼稚園に迎えに来た時にニナさんが軽トラ乗ってきたのを見たのよ。それって軽トラ以外の車は持っていないって自分で証明しているようなものじゃない。ちょっと事情がありまして、いつもは歩いて迎えに行ってるのですが、軽トラを使う用事があったので時間がなくてそのまま迎えに行ったんですよ。やっぱり軽トラ会社なんでしょう。底辺農家の車はしょぼいわね。ちょっと事情がありまして、今は軽トラしか家にないんですよ。そんなに強がらなくてもいいんだよ。旦那が農家なんてほんとかわいそうね。それに比べて私の旦那は高級鳥なんだよね。そうなんですか。だから私の愛車はベンツなのよ。金持ちの代名詞と言っても過言ではないからね。楓さん、ベンツに乗られるんですね。そうよ、最近納車したばっかりなのよ。どう？羨ましいでしょ。高級車の一つくらい乗りなさいよ。はあ、ちょっと話は変わるんですけど。は？何よ、せっかく私の愛車を自慢してあげたのに。それはすみません。明日のランチ会のことで少し聞きたいことがあったんですけど。ランチ会？ニナさんはもう来なくていいわよ。え、なんでですか？楓さんに誘われたので予定空けてあるんですけど。ああ、その話はなかったことにして。でも、なんでですか？ランチ会中止になったんですか？中止にするわけないじゃないのよ。じゃあどういうことですか？私はリナさんみたいな貧乏人と一緒にいるのが嫌なのよ。ランチ会の時も軽トラで来られたらこっちが恥ずかしくてね。さすがにランチ会に軽トラでは行きませんよ。幼稚園のお迎えに軽トラで来るような人でしょ。貧乏人の考えることなんて理解できないからさ。だからって私のことを省かないでくださいよ。ランチ会楽しみにしてたんですよ。それに私は貧乏人じゃないですから。言い訳はいいから、ニナさんと一緒にいて私まで貧乏人扱いされたら困るからさ。だからこれからはランチ会に来ないでね。そんな、ひどいですよ。それと私にも話しかけないでくれる？他のママ友さんにも注意喚起しとくから。何なんですかそれは。私の名前はリナ、35歳の専業主婦です。
旦那は農家を経営しており、利便性がいいのでよく軽トラに乗るのですが、それをママ友の楓さんに見られたことで変な勘違いをされてしまいました。楓さんはいつも金持ちアピールをしてくるマウント系ママ友です。私の旦那が農家だと知った途端、金持ちマウントを発揮させて私のことを散々見下してくるような発言をしてきました。さらに事実上の絶縁宣言をされる有様、私は仲良くしているママ友さんの一人だったので、しばらくショックで立ち直ることができませんでした。その日以降、私はある違和感を覚え始めたのです。元凶となるある人物がいたのです。ランチ会前日、貧乏農家軽トラ主婦のリナってさ、セレブの私に軽々しく LINE してこないでくれる？そんな呼び方しないでください。他に呼び方があるなら教えてほしいわ。それで私に何か用？貧乏神が映るから手短にしてよね。今日ママ友さんに話しかけても無視されました。それに裏でこそこそ私のことを貧乏だって言っているのが聞こえてきたんですけど、もしかして楓さん周りのママ友に何か言いましたか？私はただ事実を言っただけよ。リナさんがすごい貧乏だってね。なんでそんな嘘の噂流すんですか？今すぐ訂正してくださいよ。嘘なんかじゃないでしょ。貧乏なのは本当のことだしさ。ですからそれは楓さんの勘違いですので。そんなに認めたくないんだね。でもそんな貧乏農家軽トラ主婦のリナさんに朗報です。何ですか？毎日ご飯食べるので精一杯だと思うしさ、明日のランチ会は特別に招待してあげる。お金ないと思うから私のおごりでいいわよ。先日あれだけ一緒にいたくないって言ったのに、なんでランチ会に誘うんですか？それにおごってもらう必要はありませんので。強がらなくていいから。ランチ会には来るの？来ないの？行きます。私が貧乏人だと嘘の噂が出ていて迷惑してますし、誤解だと他のママ友さんにも釈明したいので。じゃあ決まりだね。お財布は持ってこなくていいからね。ランチ会後、ちょっと楓さん、これは一体どういうことなんですか？え？何のこと？なんでランチ会の時に皆さんから残飯をもらうことになるんですか？だってご飯ちゃんと食べられてるかなって思って。これは私たちからの気持ちなのよ。貧乏人の皆さんはありがたく受け取ってよね。こんなの受け取れませんよ。それに残飯の中に賞味期限が1ヶ月以上切れてる食べ物もあるじゃないですか。まだ変なプライドが邪魔してるの？貧乏人は貧乏人らしく生きなきゃだよ。お会計も私が払おうとしたら私の分はもう会計済みだって言われるし。私が代わりに払ってあげるって言ったでしょ。ランチ会のお金を払ったら皆さんの生活に支障が出ちゃうからさ。ですから誤解ですので。それに、え？まだ何かあるの？てかまずは私たちへの感謝の気持ちが先じゃない？誰もこんなことお願いしてませんので。食材も払ってもらったお金もちゃんと返しますから。別に返さなくていいんだよ。てかさっき何か言おうとした？さっき気づいたんですけど、私のカバンに貧乏と書かれたシールが貼ってあったんですけど。やっと気づいた？ニナさんがトイレに行った時に貼ったんだけどさ、全然気づかないから笑いこらえるのに必死だったんだよ。なんでこんなことするんですか？しかも剥がれないですし、跡が残ってるんですけど。そりゃそうだよね。だって強力接着剤でつけたから簡単には取れないよ。なんでそんなことするんですか？カバン弁償してくださいよ。弁償？どうせ安物のカバンだし弁償してあげるわよ。じゃなきゃカバン買い替えらんないんだもんね。人のカバンの価値を下げたのは楓さんなんですから。価値って笑わせないでくれる？ちゃんと弁償してくれるって言いましたよね。後でちゃんと請求しますから。お好きにどうぞ。金持ちの私からしたら安物のカバンなんて小銭みたいな金額だしね。1週間後、ひもじくて倒れてない？してません。今度は一体何なんですか？ちょっとリナさんにお願い事があって連絡したの。関わりたくないって言ったのは楓さんですよね。貧乏神が映るとか言ってましたよね。私貧乏になったことがないからさ、底辺の人がどんな暮らしをしているのか知りたいのよ。だから明日家に行くわね。そんな急に言われても。それとリナさんに渡したいものがあるのよ。渡したいものですか？少し前まで友達の犬を預かっていたんだけどね、その時に買ったドッグフードが大量にあるのよ。私犬飼ってないんですけど。犬に食べさせろなんて言ってないわよ。リナさんが食べるんだよ。ドッグフードなんか食べられるわけないじゃないですか。
だって貧乏でまともにご飯食べられないでしょ。だからお腹の足しにはなるんじゃない。別に食べても害はないんだしさ。だからってドッグフードをもらったって困りますよ。もらっておいて損はないよ。ってことで明日予定開けといてね。明日は予定があるんです。どうせ暇なくせに嘘ついてるんじゃないわよ。いえ本当に困ります。あんたの都合なんてどうでもいいのよ。じゃあ決まりってことで後で住所送っといてね。翌日。やっぱりリナさん軽トラに乗ってるの？駐車場も借りられないなんて百姓の車もしょぼいわね。私みたいにベンツくらい見え張って乗った方がいいよ。軽トラがあるのは私の敷地ですよ。は？何言ってるのよ。そんなわけないでしょ。敷地がバカでかいので分かりにくいですよね。別荘にロールス、フェラーリとポルシェもありますよ。まだ聞きます？多分気絶する量ですけど。は？別荘？何なのその高級車の数は。熱海に別荘があるんですよ。あ、楓さんの姿が見えた。こっちにいらしてください。もしかして私の目の前にあるこの豪邸がリナさんの家なの？そうですよ。お茶も用意してあるので中にどうぞ。話が違うじゃない。なんでこんな豪邸に住んでるのよ。リナさんって貧乏人でしょ。だから楓さんの勘違いだって何回も言いましたよね。それなのに勝手に決めつけるから。だって軽トラに乗ってたし旦那は農家だし誰がどう見ても貧乏要素満載じゃないのよ。それだけで勝手に貧乏だと判断しないでくださいよ。確かに私の旦那は農家ですけど他にもいろいろ事業をやってるんですよ。それじゃあリナさんは金持ちだったの？自分で言うのは気が引けますがそうですね。ちなみに年収は5億くらいですよ。5億？嘘よそんなの。じゃあなんで軽トラなんかに乗ってるのよ。なんだかんだ言って軽トラって利便性がいいんですよね。たくさん荷物運ぶときなんかは乗っちゃうんですよ。それも前に説明しましたよね。でも家に行ったときは軽トラしか止まってなかったけど愛車が軽トラなのは本当なの？今はこっちにある車は車検に出しているところなんですよ。だから軽トラしかなくて。だったら見せかけの金持ちってことね。その点では私の方が勝ってるかも。ちなみに車検に出している車はベンツです。最近楓さんが購入した型落ちの新型モデルですよ。私のベンツが型落ちだって知ってたの？誰が見てもすぐにわかりますよ。だって新型モデルって1000万はするじゃないのよ。それに車検に出してる車はベンツ2台です。実は私と旦那で色違いを買ったんですよね。2台もベンツ乗ってるなんてすごい金持ちじゃない。だったら最初から金持ちだって言ってよね。ずっと誤解だって言っていたのに聞く耳を持ってくれなかったのは楓さんじゃないですか。それと忘れてないですよね。何のことよ。ランチ会の時に私のカバンにシール貼ったことですよ。ちゃんと弁償してくれるんですもんね。あの安っぽいカバンのこと。そういえばまだ請求書来てないけど5000円くらい。そんなわけないじゃないですか。あのカバンは200万円するんですよ。200万？なんでそんなに高いのよ。今富裕層の間で話題のブランドがあるんですよ。招待された人しか買うことのできないブランドです。何よそれ、そんなブランドがあるの？あれ？楓さんもお金持ちなんですよね。当然知ってるものかと思ってましたけど。そんなの知るわけないじゃないのよ。そうですか。でも先日請求書を送りましたので確認してくださいね。金持ちなら200万円一括で払ってくれますよね。私あのカバンすごくお気に入りだったんですよ。そんな大金無理に決まってるじゃないのよ。でも払うと言ったのは楓さんですよ。私本当はお金持ちでも何でもないのよ。ベンツだって中古で10年ローンで買ったの。ただ見栄を張りたかっただけなのよ。そうだったんですか。だからカバンは弁償できないわ。そんなこと言われても私は請求しますよ。金持ちなんだからそれくらい別にいいじゃないのよ。そういう問題じゃないですよ。ちゃんと弁償してもらいますからね。そんなこと言わないでよ。今まで貧乏だって言ったのは謝るから。今さら謝っても遅いんですよね。私貧乏なのよ。そんな私からお金をむしり取る気なの？カバンにシールを貼ったのは楓さんですし、自分に都合の悪い時だけそんなこと言われても。なんで分かってくれないのよ。このままじゃ私たち家族が生活していけなくなるのよ。その時は他のママ友さんたちを集めて食材をお譲りしますよ。そんなお願いだからやめてよ。私は絶対に弁償しないからね。そうですか。それではこちらも正式に弁護士さんを通すことにします。え、
弁護士？今回の請求書も弁護士さんに作成してもらったんですよ。ちゃんと払ってくれる意思があれば訴訟する必要はないと思ってましたが。ちょっと待って、払う意思はあるから、だから訴訟なんてやめてよ。本当に都合のいい人なんですね。先ほど払う意思がないのは確認できたので訴訟することに決めましたので。一回考え直してくれない？私が悪かったから。ちゃんとカバンも弁償するからさ。ごめんなさい。これ以上は弁護士さんを通して連絡してきてくださいね。その後、楓さんに対して訴訟をすることにしました。一括で払えない楓さんは分割で払うことに。旦那さんにも呆れられて離婚することになったそうです。ベンツも楓さんが勝手に購入していたらしく、今ではカバンと中古型落ちベンツの支払いに追われて火の車状態に。現在では住み込みのバイトをしており、心身ともに疲れ果てているようです。私は楓さんが嘘の噂を流したことに対して釈明することができ、他のママ友さんから謝罪をいただいたことで今では良好な関係性を築いています。この一件以降、楓さんの姿を見ることはなくなりました。住み込みのバイトをするために違う町へ引っ越していったらしいです。